です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 はっはっはーはいえー、皆さんこんばんはでございまーすちょっとチャットをポップア,ップアウトしますねはいえ声大丈夫でしょうか大丈夫かな あともひろ、いのさん、こんばんはあってまだかってコメントを4分前にく,らくださってますが、始まってますね。14人の方が来てくださってます。ありがとうございます。えそうしましたら画面を切り替えていきたいと思います。はい、えー、こんばんはでございます。大丈夫かな音声とか大丈夫でしょうかね。いつもの、お、お お肉さん改めましてこんばんはありがとうございます本木さんもありがとうございます声大丈夫ですありがとうございます青缶もよろしくですはい、えー、まあ昨日の試合の振り返りですねあの僕もちゃんちゃ,ちゃんとというか一応見てはいたんですけども遠目からでしたのではいあのー、なかなかねあの細かい部分までは見えませんでしたので、えー、そちらを確認しつつですね振り返っていきたいと思います はい。え、で、えー、っと、いつもとなんかちょっと進行が違うな。えー、そうですね。えー、と、こちらでございます。メジャーサ J2 リーグの第7節ですね、えーモンテディ。モンテディオ山形対清水エスパールスの試合を、えー、私、援空大河がですね、打ンを見つつ、えー、実況雑談、生配信ですね、させていただければと思います。まあ、毎度のことなんですが、えー、こちらですね。えー、提供ロードさんの 提供でお送りいたしますよろしくお願いいたします。はい、えー、ということでですね、まあ、うん、あのー、そうですね <laughs> なん、なん、なんも言えないよね、もうね、あのー、うん、うん、<laughs> って感じだったんで、はい、えー、そしたら、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、あ、現地お疲れ様でした。あー、いやいやいや、こちらこそありがとうございます。 えまあ今日今日来てくださっている方ですね、まあ、どうせね、ねあのー、昨日やった試合だし、別にっていう方もう中にはいらっしゃると思いますけども、せっかく来てくださったので、はい、えー、特別に、特別にですね、あのー、ちょっと昨日のデータをちょっとだ,だけ頭にお見せしたいと思います。見せれる あ固まってるくるくるしてるな大丈夫かなえー、一応ですね昨日帰ってからデータ整理だけしたんですよでも疲れちゃってはいそれでですねまあいいやと明日にさせてもらおうという感じではいえっとあーなんかめっちゃ重たくなってる まあデータをね並べただけなんですけど少しだけお見せしたいと思いますい大丈夫かなくるくるいってん大丈夫あラビさん さん <laughs> ありがとう。<laughs> おこん、おかんばん、おこんばんちは、鳥サボです。よろしくお願いします。ね、いつも本当に、あの、構ってくださってありがとうございます。はい。えっ、ー、と、赤いアさん、あこんばんは。ディレイ配信も初めて参加させていただきます。今日はコメント控えめにします、ね。あ、大丈夫っすよ。全然平気っす。あの、もう好き勝手やってください、もう、うち。あの、ね、あの、まずいのはあれですけど、 そこまでガチガチじゃありませんのでねある程度仲良く視聴者さんたちが仲良くできればいいと思っておりますこれで大丈夫かなはい大丈夫かなちょっと待ってね多分お見せできると思うんだけどもああふみきさんこんばんは はい音乗るのかな乗っちゃう乗るね多分乗るねなんでちょっとちっちゃくしとくえー、っとではですね試合の前にどんな感じだったかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますユくさん生の方が断然イケメンでしたあ豚豚豚豚さん,豚さんありいや本当ありがとうございましたあの最初気づ全然気づかなくてであのまあこの後お見せするんですけど ディオ女子チャンネルさんとお会いしまして、あのー、声かけてもらったんですよって言って、えどんな方でしたかっていや、僕らより多分全然年配の方だったと思いますよっていう風に話させていただきました。はい。お会いしたことなかったんですね。うん、うん、なんかそんな、僕らとも会ったことないんですって言ってたんで。はい。で、えー、じゃあすいません、あのー、戻させていただきますけども、えっ、ー、と、こちらですね、今編集中の画面なんですけど、 とりあえずデータだけ並べました。兄ちゃんとモンちゃんとお会いされたうん、会いました、会いました。会いました。なんか、グレモール君がですね、最後に会う約束してるんですあ、じゃあ、もしワンちゃん待ってたら会えるかなと思って。あ、キャーナさん、こんばんは、お疲れ様でした。ということで、ありがとうございます。はい。で、えっ、ー、と、ざっくりなんですけど、昨日、うち、 トリニータが主位うわそう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 ねえありがとうございましたメルソミさん本番は来れましたねまあ夜だからなのかな元ができる地元山形た勝利はいい感じですか山形勝ってないよ勝ってなかった負けたんだよあ山形が勝ったのはっていうことだよねうーんとねー本音言っていい本音言っていいあのねえ 山形の立場からすると良かったと思うんだけど、うちの立場からすると良くないじゃん。もうまさにそんな感じですよ。どっちの立場に立つかです。あ、今帰宅しました、政府ですか全然まだ始まってません。あの、昨日の様子をあのお伝えしようと思いまして、今、編集画面が見えている状態だと思います。なんで、あの一応、両女子チャンネルさんには言ったんですけど、あのうちとあの一緒に上がろうっていう風に言って。 はい、それが多分ベストだよそれよねつってねあっ57あアホードリさんこんばんはモンテのホームは強めの白強めのユニはどうあかっこよかったと思いますあのー、ねちょっと待ってねここまず最初なんですけど動くかな動くかな動かないかなあれそう山形在住の清水サポートしては複雑なそうなんです一応 <laughs> こんな感じで 今このこの機械、えっとね,そうですねこの、この機械、編集で使ってる機械であの、くるくる回しながら、ざっくり、ざっくりですね、まだ編集してないですし、モザイクもかけてないんで、はい、ちょっと見,見,見えちゃまずいものが映っちゃうかもしれないですけど、はい、こんな感じでバーっと駐車場降りまして、で、風強かったんですよね。 で、こう入ってって、で、ゲートですね。入り口入って、もうこの辺からもう顔、のざいコントはかけなきゃいけないんで、あれなんですけど。モンティゼノダ今年、勝つ白ベース。あ、ね。そうなんですよ。こんな感じです。はい。ユニホームね。ちょっと見にくいかもしれませんが。で、えーと、まあこんな感じですね。 えーと桜駒さん、こんばんは。先日、愛媛 FC のファンとして、あありがとうございます。お、あの名前は見覚えがあります。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、グレモル君に遭遇し、これ、あの盗撮です。これが盗撮です。<laughs> これが盗撮でございます。で、あの、声かけて、で、なんかぐらーっと、もうこの辺、パッパッパッとやらないとね、人の顔写っちゃってるからね。 な感じで、このあと、バス、あったんで、バス取って、で、えっと、ここ、カットしてるんですけど、ここの間に、これ、グッズ売り場なんですけど、グッズ売り場に行く前に、えっと、リベロさんと、のむちゃんさんと、モルさんに声かけられて、ちょこっとだべりました。で、グッズどこ売ってるか聞いて、で、買いに行ってるとこですね、ここが。で、店員さんが写ってしまって <laughs>、で、えっと、あと、バーっと。 ビジター側の方から入って、入り口を間違えそうになって声をかけられると。で、しゅあの入り口をちゃんと入ってね、こう行って、あとは観戦機って感じです。で、選手紹介を取って、多分これ全部は流さないかな、尺的に。バーっとね、で、選手が入場して。 まあこんな感じでこの辺から見てました、ね。で多分背景のあの電光掲示板に映っちゃまずいものがね試合中の映像とか映ってしまうとこれは消さなければいけないのでまあその辺うまくカットしていきたいと思います。でまあハーフタイムでえー、とこうなって座って完成しましたね。 で終わってからって感じです。で、ののちゃんさんとみんなと合流して、で、最後に、両女子チャンネルさんとお話ししてと。で、えっ、ー、と、ね、両女子チャンネルさんで話題になった町田商店のラーメンが食べたかったんで <laughs>、思い出して町田商店行きました。 見事に翌日、まあ、今朝ですけど、お腹が壊れました。で、まあ、最後エンディングを1だけで取って、まあうまくつなげて終わりって感じですね。めっちゃ合ってるやん。めっちゃ合いましたよ。はい、これをまあ近日中にざっくりダイジェストでお送りしましたけど、編集して動画であげたいと思います。では、コメント戻ります。えー、っと。 これか、ともひろいのさんえ、今日はダゾンで J3 の福島入れて FC と YSCC 横浜を見てましたが、福島はボールが動くほどの強風でしたね。あそんなに。マジか。じゃあ、本当にボール流,れ流されやすかったんですね。では、ミくさんが今日は、えー、地元兵庫の報徳学園のままがり、あげあげほいほいで応援していましたが、またしても知ルバーこれクターになりました。あら 初期の清水さんみたいる。やめてははははは。<laughs> はい、で、まあ、めっちゃ合ってるやんね。で、えー、山形に、えっ、ー、と、ヒロさんね、山形に、今シーズンホーム初勝利を献上した、ある意味、素晴らしい結果であったかも。ホーム初ナイターに備える意味もあっての北川犬いかるを休ませました。だろうけどね。でさ、そのー、今話出ました、今度のナイター、徳島でしたよね。事節 はいあの僕、X であのリポストしましたけど、公式の監督と強化部変ね、交代でしょ辞任しましたってなんか来てた。えっ、ー、このタイミングでと思っちゃった。で、まあ、山形にはホームの初勝利、で、連敗ストップで、うちは。 えー、連勝ストップ。ね。あの、郡司君は、なんかちょっと残念な、残念なっていうか、まあ、頑張ってたとは思うんです。よく見えなかったけど、頑張ってたとは思うんです。ねそれでね、まあね、ちょっとつい、あの、結果が続かなかったのが、ちょっとかわいそうですね。えー、位岡山とリー居の結果を見てましたかいや、僕見てなかったんですよ。で、終わった後に、のむちゃんさんに言われて、あ、そうなんですねってなって。他の、うん クラブのことななんかか全然考えてなかったですもう目の前の試合のことだけでも何とか何とか追いついてくれとか思ってたんですけどね町田先生おいしいおいしいんですけどねおいしいんですけどなぜかなぜかですねあの絶対お腹壊すんですよあ鉄パイプさん <laughs> こんばんは鉄パイプさんはあのモンテのサポーターさんですね鉄パイプさんも行ったんですよね現地ね多分ね チーム終わる中、特殊詞も負げたくないね。ほんと。もしかして、もう、領女子チャンネルさんと被ってるなんか配信とか、大丈夫かなまあ、うちはうちなんでね、あれなんですけど、はい、大丈夫そうですね。え、軍事とカンタは試合前にプレータイムは言われてたのかもしれない。え、結ああ、まあそうね。うん。かもしれないですね。 はいえー、というわけでですね、まあ30まあ、40日近くの方が見に来てくださってますので、えー、とそろそろですね、まあ、17分、約20分ほど喋ってしまいましたけども、そう解任されちゃったです。いや、関東を住んでるね、謎、あそうなんですね、鉄パイプさんは。なるほど、なるほど。紅、えー、染め月猫さん、たまたま仕事の休憩中に2点目速報を見て、すべてのやる気 <laughs> そう、そうなのよ、そうなっちゃうのよね、サポーターって。 特に静岡の人たちもうがっかりして手につかなくなるかまたかってもう吹っ切れてる人とねそうなんですよね生活の一部となってるんでねみんなはいではダゾーンの方の映像を僕も確認したいと思いますあれさっき出せなかったっけかなあったあったあった さっき、あ、大丈夫ね。OBS のバージョンアップを行ったから、あの、ダゾーンの音とか、そっちに流れないかなって心配だったんですけど、メーター触れてないから大丈夫だね。はい。で、今、ダゾーン o はオープニングが終わって、選手バスが入ってきてるところでございます。はい。とりあえず。 札幌じゃなくて申し訳ないんですが、本麒麟を開けたいと思います。一応、コーヒーもあるんですけど、今日は、えー、夜なんで、はい、行かせていただきます。とりあえず、軍事司んの、えー、リーグ戦デビューを記念して、乾杯。勝利だったらよかったんだけどな、乾杯。 はい、えー、っと徳島の解任ブースに巻き込まれああねほんとほんとそうそれよえー、っとヒロさんが前半シュート3本だからねあそうだったんだあそうなんか全然ね、ま、マジねマジ全然ねせあの、やりたいことがやらされ、やらしてもらえてなかったよく見えなかったとしてもなんか後ろでボール回すの多くねっていう感じだった え前半、シュートさんもあこれ見たか、えーと、ハーフタイムに修正はある程度できたけど、後半は失点含めて運もなかったな。あれね、あのね、失点がね、なんとも言えなかった。一応、今現時点で、えー、と一応2位キープにはなってるんですけどね、横浜 FC が負けたんでしたっけ引き分けだったんでしたっけ えっと、仙台が勝ったんだよね、確かね。なんで、後ろが詰まっちゃったんすよね。自分だけはい、いやいや、もう飲める方は飲みましょう、乾杯。ほんと乾杯。で、モンテもね、ずーっと連敗してたで、調子悪かったんですけどね。あ、高言さんお疲れ様でした。米沢を通過して、ついに山形、ん 山形を後にします。お会いできて嬉しかったです。す絶対それ。ほんと。<laughs> マジ、あのー、ね、八木っちさんに会えて嬉しかったっす。熱い抱擁をさせていただいて。抱擁シーンはちょっとね、取れてなかったんですけど、あのー、コメントいただいたので、それもちゃんと載せさせていただきます。ありがとうございます。えー、清水さんの2失点目は権田にとって不運でしたね。ディフレクションあってね、ディフレクションじゃなくて、 あれクリアしたボールがたまたま相手のとこ行っちゃったんですよ。えー、鉄パイプさん、ドイツ戦以来の権田のビッグセブやっぱりね、さすがですよね。そう、権田がね、マジ止めてくれてたのにね。いやー、残念でしたね。えー、コーナーキックのチャンス多いのに活かしきれないのは今後の課題ですね。ね、な,なんかコーナーキック、大体中村か、 ジェラーにあ当ててんのかなーっていう感じですかね。あ、ほん、ほん、本当は洗濯干してから飲みます。ああね、うん、ぜひ。で、えー、っと、ブタブタさん、あのー、ご存知だったらでいいんですけど、あのー、結構遅いタイミングで僕ら帰ったんですよ。で、その時になんか結構、 いやモンテサポさんたちがちょっとあなんかわ,わやわやガチャガチャしてたんですよね。でそこでなんか写真撮ってくださいとかって言ってちょっとイケメンの人がいたんですけどあれってもしかしてキーパーの後藤選手だったんですかね選手って歩いて帰ることありますなんかねちょっとオーラもあとってたんですよでこれ絶対サッカー選手だよねっていう山形の選手って歩いて帰ることありますか でも後藤選手はなんかそ後藤選手っぽいような感じのイメージの人だったんですけどさすがにねあの撮れないから動画は清水だと多分あの選手が歩いて帰ることはないだろうし関係者だったのかななんかサイン、あのー、ねだってる人もいたし写真撮ってって言ってる人もいたし。 まご存知だったら、というかも、もし現地に行かれてた方で、見かけた方、モテサポートさんの方が多分いっぱいいたから、あれだけど、もしご存知の方がいたら,おら、教えてください。で、一応、観客動員8000人ぐらいだったかな、確か。歩いていかないの聞いたことないですね。多分、ベンチ外れた選手の、ああ、かな。ベンチ外の選手は歩き、あじゃあ、ベンチ外なんだ。 の選手だだったんだじゃあ誰だろう顔を見たらわかるかな今ちょっと公式サイトをチーム選手あれでも熊本選手はいたしな誰だ いや南じゃなかったしな顔なえ誰だろうえー、でもなんかご後藤っぽい長谷川えでも長谷川もさキーパーベンチだったよね 顔値変わってくかな横浜るい…とかどうなんだろうえ、横山って今…え、横山じゃなかったと思うよ横…え、横山かななんかね、色黒で背高かっためっちゃ藤島かないや え藤島あごめんなさい写真笑っちゃってるから分かんないんだよなぁなんか雰囲気がねほんと五っぽかったんだよなぁだって熊本なわけないしうんいや分かんないなすげ あそ、う、刈上げ筆さんみたいな感じだった。だって、長谷川ベンチだったでしょ長谷川こう。一応、ごめんなさい。先に、じゃあ、あの、メンバーの紹介しときましょう。えー、っと、一応、作ってはいるんで。 まずは、えー、とモンテディオ山形の方の選手ですね、スタメンフォーメーションごめんなさい、後で確認させてください、4 3 3かなと思ったんですけど、まずですね、キーパーですね、1番、後藤正明、2番、ディフェンダー、吉田泰樹、3番、ディフェンダー、熊本雄太、4番、ディフェンダー、西村圭佑、5番、ディフェンダー、阿部隆、7番、三高貴レオ 18番、ミッドフィルダー、南周二25番、ミッドフィルダー、国分慎太郎。10番、フォワード、木田涼三36番、フォワード、高橋純也。37番、フォワード、杉山直弘。以上がスタメンですね。で控えが16番、ゴールキーパー、長谷川晃。6番、ディフェンダー、山田匠実。8番、ミッドフィルダー、小西雄大。14番、ミッドフィルダー、坂本光輝。17番、ミッドフィルダー、加藤千尋。 42番ミートフィルダー、伊坂全員、9番フォワード、有田亮監督が渡辺進監督ですね。となってまーす。はい。後藤君、ね、後藤っぽいんだよ。だって、でも、後藤だって、めっちゃキーパーだったじゃんダゾンの解説分かりやすくよかったです。宮尾方のエスパルス対策があった感じでした、ね。あそうだだったんだ なるほどねーまもなくキックオフですって言われちゃった清水の選手紹介してないじゃんえーと清水の選手紹介第7節の動画まあ CM 中にできるでしょう多分 今ダゾン CM に入っているのでそのまま流していきますでえー、っと選手紹介では清水の選手紹介いきたいと思いますはい、えー、連勝はストップしてしまいましたが施設、えー、徳島にはですね 勝ってホームで勝ってですね勝ち点3を積み上げ順位さらに上に目指していきたいと思いますではスターティングライナー背番号57番ゴールキーパーピーチに登録東京守護神権田修一背番号28番ディフェンダー諸突猛進吉田豊 番号66番ディフェンダー支配するデンジャラスゾーン住吉ジェラリレショーン背番号4番ディフェンダーハードなフィジカルアビリティハス蓮川壮大背番号14番ディフェンダーサイドから切り裂くコマンダー山原レオン 背番号13番ミッドフィルダー静かに燃えるオレンジ魂宮本浩太背番号71番ミッドフィルダー攻撃のイグニッションポインター中村亮太郎背番号11番ミッドフィルダーゴールへ向かうファンタジスターウインガールーカス・ブラガー 背番号19番ミッドフィルダー局面打開するブレイカー松崎海。背番号41番ミッドフィルダー打りをもり動かし突き進め白崎良平背番号27番フォーワードボーイズ決定力軍事リー陸 サブスデュードプレイヤーズ背番号1番ゴールキーパー一瞬に全てをかけて奥裕ヤ背番号3番ディフェンダーハングリーディフェンダー高橋裕二 背番号5番ディフェンダーオレンジにきらめくスピードスター北爪健吾背番号16番ミッドフィルダー変幻自在のオレンジバレット西澤健太背番号25番ミッドフィルダーきらめくインスピレーションプレイ鳴岡ひかる 背番号44番ミッドフィールダー西原トキ背番号30番フォーワード唯一無二のストライカー千葉カンタ監督は魂の雄たけび秋葉忠浩 背番号12番ともに戦う熱き魂オレンジサポーター勝利を確実に季節は取っていきましょうよろしくお願いしますはい、えー、ただいまですねダゾーンの方は、えー、と止めることなく無事に選手入場までいきましたはい清水のメスターメンでございますはい こちらでございます。はい。あ、デスパイプさん、ええー、け気ありがとうございます。オレオレちゃんにオレありがとうございます。山形フィー、おバックのさ、最近わかるリスト三バックに見えている時間がなかった気もすあ、多分攻めてるからじゃないからな。犬いないとさ、ねえみんな言うんだよね、車のオナさんね。 てか、え、大きい清水そうです。えー、山形は熊本が本来センターバックなので。熊本西村安倍のすりまきみになることがありましたね。あ、でもさ、もんでせめてる時間長かった気がするからね。そうなってもおかしくないでしょう。ゴールキーパーごと、うん、予報枠、ああ、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 あ。うん、そんな感じですよね。今、えっ、ー、と、選手たちは握手しております。 僕個人的には本当にゴールの真後ろから見れたんで、本当にもうこう、なんか昔でいうフォーメーションサッカー、フォーメーションサッカーみたいな感じでしたね。えー、4213ですね。4213。えー、4枚、熊本、西村、安倍、吉田、高江南がボランチで、えー、国部。で、えっ、ー、と、木田、高橋純也、杉山と。 あ、木田が左ですね。右が杉山って感じではい、えー。ラビさん、えー、玄空さん、青春会うまいな。スタジオに出演した方がいい。<laughs> ありがとうございます。音切れてる音切れてる音切れてる大丈夫途切れてるマジでくるくるになってんのかな ちょっと待ってくださいね。なんかね、選手紹介やるとね、メモリークってパソコンの、音切れちゃってる。大丈夫かな今は状態正常になってますね。あ、でもこれでも50人来てくれてるの、ありがとうございます。またなんかあったら教えてください。音、こっちは大丈夫そうなんですけど。サッカーは産ニサウンドとか、横から見るのいいけど、こう、立ち見るのはね、なんか懐かしい感じがした。 清水は 4, 2, 3, ですねだからえっ、ー、とモンテのモンテのあれを変えなきゃ4213あたまにくるくるってなってるから多分それかな今大丈夫一緒の時はああありがとうございますいってらっしゃいませ 全数二の代わりの松崎がよい起きてきたからね、カルト人がいない影響もあったかな、うん、あったかもしれないですね、そればっかりは。おやすみ。おやすみ。すみはーい。さあ、ピッチに皆散,散りましたねで。あとね、花粉がひどかった。すげえ、あの、花を。 です,すするだけでなんかすげえ花粉の匂いがしたさあえっ、ー、と右のエンドなんで僕からすると目の前にエスパルスイレブンですねで左のエンドに、えー、とモンテになってます白いユニフォームですねで清水のキックオフただいまホイッスル前半が開始になりました メ、えージアスダ J2 リーグの第7節ですね。えー、モンティデオ山形清水エスパルスの試合、始まりました。えー、山原が上がっていく中央。うん、あこれ、ま、松崎に当たったんだね。サイドの下対策は5学以上にやれてたと思う。うん。えっ、ー、と、カルトって言いたなかったのは清水さんと言いたかったですね。まあ、あれだと思いますよ。普通に。 ターンオーバーだったのかもしれない。あと外国人選手の守備意識が伝って、ああ、見ました。あーそこへパス入れて前に向けたのかなってう。うん、うん、うん、なんかね、でも本当、清水はね、何もマジでやりたいことがやらせてもらえてなかったよえ。間もなく前半開始1分なんですが、手えー、手前、メインスタンド側からの山原のスローイン。軍事受けて下げる。山原背負ってターン。中、 これはカットされたただ軍司が取る中村山原ターンしてまっ手に入れたこれはヘディングでクリアされる西村から杉山国分せだけどこれは宮門のクリアだったかな確か軍司君が追いますモンテのディフェンス多用たの4番の西村さあ志 そシラが左サイドなんだよねミヤモンが受けて郡司君山原あっとタパーさらないシラが走ってたけどそこは通らさせませんでしたねうまいよなこうやって見ると杉山だったのかな今山田君今期でもっともう詰め切れてなかったけど上がってはいるんだけどねブナがまだというタイプな なんか分からないですね。えっ、ー、とね、ブラがね、中に入りたかってしょうがないんだよなぁ。だからね、松崎と被るから個人的には一緒に出てほしくないんだよね。あんまり。バランスが取れなくなっちゃう気がする思い込みかもしれないけど、えー、山原が縦に入れたボールはヘディング、セカンド山、えっ、ー、と山形ですね。ヘディングでの競り合いは、えー、宮本のファウル。 高橋純也が痛がってますねあっ蓮川だった <laughs> あそうそうブラガーうんブラガーがね中に中に入れようとするまあいいんだけど松崎と被るんだよね動きが。 外使えなくなくるからで、西,は西原君が出てからまた変わったもんね、ちょっとね。山形美で伊坂とカ杉山高恵のおさらせ。ああねードゥトラとは似てますかにえ、ドゥトラ、ドゥトラの印象がね、あんまないんだよな。あでもドゥトラの方が外出てたでしょ、まだ。国分する杉山、高江。外に振って、ただこれは吉田がヘディングでクリア。あここはね、吉田にへ拍手した。 覚えてるさあ頭が18番南が持ってる板下げて阿部、えー、真ん中に入れました西村に渡す、えー、熊本雄太白が寄せる。 縦25番の国分島のパスコークン杉山これ奪ったのは宮門が取ったのか北が持って外をはたく左高江がもらってあ終わったんですね高橋純也高橋純也う高江のシュートはブロック山形が 杉山持ってて入れて熊本が上げたボール中で入れて高井のそこらっとうってこの高井の右足が怖かったんだよねやべえやられたと思ったらクロスえっとポストに当たって助かったこのシュートを打たれた瞬間やばいと思ったんだよな えー、鉄パイプさん、ブラガのところからパス通せて、うちのポジションが効果的になったように見えたんでね、うん、秋葉さんの音声で、ブラガに切るスペース伝えてって、2、3回。<laughs> うんでしょでしょ結構穴なんだよな。穴って言ったらもう申し訳ないんだけど、で癖がもうバレバレなんだもん。ボランチャーの2人のポジションがこの試合、 低めに抑え込まれたのが痛かった前の選手のプレスのタイミングがポジションの問題だったようだと思う,うーんえそう高江のシュートはやばーってこれやべえぞって思ったもんあのコース切りに行くのが遅れてたし高橋純也が一旦下げて誰だ持ってんの7番だ高枝吉田吉田大樹へ吉田、えー、対決 板下げた。南、木田、木田かこれ。で、南、木田、国分から、木田かな板下げた。南、高江、うー、これはオフサイド、これがオフサイドなんですね。折り返したボールね、順位高橋から、順也のシュートか。あ、杉山か、杉山のシュートはオフサイドだったんだよね。これ、マジ助かった。 やべえやられるって思ってさ見事にそうオフサイドになってマジ助かったよね折り返しの前のオフサイドだったってやつですねでもう完全にやべえじゃんと思ったもんオフサイド本当助かったよ崩されてたもんそうそうそう国分間オ,オフサイドでした でゴンダのキック、プラ中の競り合いは、えー、っと、吉田泰樹のクリア。松崎、うーん、これは取られてしまった。縦で突破していく、吉高で、国分が倒されて、 でもジェラーは強いよね体がうんちょっとねあれはファウルもらいに行ってたよね国分が国分だよね今ので倒されたねうんえー哲学さん体重がところどころで アルフォン・ソディ・ビスアルフォンソディ,ビス,ソディビスって専門用語だよね。ごめんなさい、分かんないっす。ジェラ君は良い守備質を感じました。でしょうん。強かったよ、結構。さあ、フリーキックや、山形のフリーキックですね。前半8分過ぎ。国分が入れてきたボール、低いボールは山原がクリア。もう一度。 山形のスローインアルフォン・ソディビスサッカー用語でしょ多分インフットあ選手名か <laughs> ごめんなさい軍司君あよし山形がキープお取った ブラがったんだ、こ,こであーそうねこれ行ってほしかったんだけど高橋が落として木田木田が左サイド上がってく抜けた剥がしたけどどうする中入れて南落として高江うー、これは助かったねーマジで。 マジこれほんと助かったこれあの現地で見るとそこまで怖くなかったけどテレビで見たらすごいな危なかったねあサッカー大好きこともんじろ山本サポーターさんこんばんはありがとうございます来ていただいていやここに来てくださってるモンテサポさんで現地行った人いるのかなどのぐらいいらっしゃいます井野さんは行ったんでしたっけ 鉄パイプさんは関東だから行けなかったって言っておっしゃってましたもんね。ンダからのボール、ブラからの設定そこでセカンドがで、ね、全然ダメなんだよね。全部取られてたと思う、ほぼ。郡司君が寄せて、熊本を、白が当てた。で、国分が縦に入れて、木田が収めて、縦、うーん、これはオフサイド。 埼玉です。<laughs> 出ま<し>た <laughs> なるほど。自分は配信、あやっぱ誰か配信、ダゾン税ですかね。万の4万以外はしばらくは故障か、累積、傾古以外での先発メンバーを変えることはない気がする。清水の私は諸事情で参戦できませんでした、打損がせです。ああ、なるほど。やっぱダゾン税ですね、皆さん。でもその方がね、あの僕の配信はやりやすいですねあの。一緒に見れるから。 現地組ばっかだとほらダゾーンみ契約してない方がいらっしゃったりするんでね。うん。今ブラガンに伝えてって聞こえためっちゃダゾーンで拾ってんじゃん。 中から外にっていうことは脂肪って外には押し出す感じにしろってことだよね多分ね松崎おソーディーかなねえめっちゃ聞こえたよねこの試合は鍋さんのセンターバックさんに今日がハマったと思いますマジね本当何もできなかったよ縦のボールこれは高橋が通らず権田までだね 私たたはに向けてたのでしょうかどうなんだろうなのかなそのシーンちゃんと見れなくて声だけ聞くこえてたからちょうどチャット欄見てました今山原が下げたこんなに国分が寄せてますねよ吉田あそのこのトラップもハンドっぽく見えたけどちゃんと胸トラップだったねジェラからハスカは いや、レオン。縦入れて。うんー、ここね。あーただ、ミヤモンがカット。ハスカは、ジェラ。そう、もうほんとにね、後ろで回してる感じしかしなかった。中村が受けて、山門、あ、もうじゃない <laughs> えーっと、ミヤモンやまさんは違うじゃん。カメラ屋さんじゃん。カメラ屋さん材キザ屋さんの営業さんだよ。ブダカが縦に行って、 そこれ残したと思ったんだけど出ちゃったんだよなああ山田のん今 <laughs> ね秋山さんで分かるよねそうミヤモン、ミヤモンとヤ山モンがね山モンさんがちょっとね間違えちゃったポルトから分かるのは豊かか非常平くらいだっただけますうんだよね多分ねなんかね山田君とか警戒してたけど杉山君に抑えられてあまり活躍できなかったね アサマフロマージさんこんばんは。うん、レオンもあんまり、あんまりだったかな。アジェラは怒ってたね、この時ね。うん。あったあった。そんなシーンもあったわ。前半13分。今映ってる、そのお腹を押さえてる木田にやられたからね。 あ、破けてるユニフォームえー、たまにあるけど試合中にあるんだねほんとに破けるって後藤へ下げた軍司君が寄せるけど吉田が受けて南下下げるで後藤西村外使おうかな縦かな縦でした そこ通るんだよな木田が吉田吉田対決なんとか間に合ったなクロス入れてきたボールはミヤモンの対応 スローイン山形えー、トップ下の国分がビルドアップの出口の役割を果たせていたのが大きかったなんかねうちさうーんって感じだったよずーっと本当になんか山あのなんだろう長崎の時の試合をまた見てるかのようだったもん なんもできなくて、まあ。裏は通されなかったかもしん、裏は通されてないね。うん、なかったかもしれないけど、今、山原が左サイド上がってきます。白戸のパス交換。宮門、ン実況と同じこと言ってる。ジェラが、外、右、吉田に、縦入れて、うん、引っかかって、立ち台終わった、清水ボールのスローイン。 スローインは松崎剥がしたかあーあ、とこれはコーナー効くうんそうだよこれはコーナーだった南 はほぼ山原でしたね途中後半からあのー、松崎がやってましたけど中央に軍司君と蓮川とブラガもいるんだ手前でクリアされました国分が収めて 国分は縦走っているのが南か板下げた安倍がえ熊本に熊本も下げる西村安倍 <laughs> 熊本高江フェイント入れて うーんこれは山形ボールのスライン、カーの対応でした。国分が下げて、熊本かな西村から、今、高江、今、もともるの高江、安部、中央、国分を落として、高橋周也が右に展開、杉山。 シュート打ったうんセカンドもう一回そうそうそうこれもこんなのもあったわこのシュートはまあそこまで難しくない勝利だったのかな権田にとっては一本,、ね、本カットインしてコース一応切れてんだろうなうん うん、あ今解説も言ってましたね権田にとっては厳しくないってえっ、ー、とセカンドはミヤモンが取ってブラが立てあそうこのねワンタッチはうまいなと思ったんだけどねこミヤモンのねラストパスがなちょっと長すぎましたねあんと今阿部か南西村後藤 で安倍後藤を盾お中村がカットしたけどそれは春鳥は,はうまい白髪かわしあーっとここで取られたかーカード出るんだっけ <laughs> 秋葉さんめっちゃ怒ってるこ,こでしらにげろかとか。 そうーーねねイエローだ、ね、のカードは余分だったうーんなんか後ろから押されてたらしいよ今の話感じだとだから止まれるわけ止まれるわけないじゃんみたいなうーん何とも言えないねロングボールは権田が回収すね前半20分ここまで大きいチャンス全くないもんね清水は 山形ばっかり秋葉さんのかっちりスーツ姿って常なんですか珍しい気がしてうんてほとんどジャージっすよスーツあれじゃないですか遠征だからじゃないですか足しらべてしまったのでうんそれ多分そうですねミヤモン、ブラガブラガはこれそうノーファールだったんだよね まあ、しょうがないけど。で西村が持って阿部に預ける松崎が寄せる後藤にバックパス軍司んが狙ってる高江高江はミヤモンが寄せてる後藤までバックパスそうここで取れないかなと思ったんだけどな。 言葉落ち着いて高いボールでクリア河合歩むより生き生きしてたな熊あそうだった熊本が走ってるこれは山原が対応そこの寄せちょっと怖かったんだよね早くクリアしてようと思ってただって速いんだもん爪が。 あ今のリプレイ出ましたね阿部前半はシュートまでいかなかったね、うん、そうそうそうシュートは決められたら流れ大きく変わったかもなんかあったんですよねチャンスがね見えなかったんですよ松崎あ中村 シラあと後ろから倒されたけどそうこれもファールなしなんだよなーまあ聞いたか受けて裏へのボールたうんそうここね蓮川が対応してみてマジよかった後ろから見ててマジ怖いんだよこう迫ってくるから吉田ブラガミヤモンジェラ でそのさなんか山形のそのなんだろうパスコースを切るのもうまいよね出しどころないもん映像で見ても住吉からの山原は無理だった熊本から外杉山なんか高枝だねで落として阿部かなで左サイド吉田木田 バックパス阿部から熊本右に杉山あとこれはそうこれはレオンのカットうまかったでレオンがドリブルで運ぶで軍司君を使うそうこれよく間に合ったなと思ったんだけど落として山原このあとねコーナーキックにな,なったんだよねそう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 。 7時とかでもセンターバックをサイドバックで起用するというやり方をしていてサイドバックをセンターバックを起用するのが世界のトレンドになってきてますしねそうなんだ <laughs> そうなんだでもうちはなそこまで選手層がな清水さんはなかなか前に運めない印象でしたでしょ全然だったもんもうパスコースないんだもん完全に対策されてたと思うよ なん知らラに言ってるね秋葉さんレオンのコーナーキック手前メインさんの側から超ジェラうんここでジェラ倒れたんだよね確かね秋葉さんはビルド仕込むの少し苦手気味な方ですよね <laughs> そう あのね、みんなの方が分かってんだよね <laughs> 多分多分ね誰か誰かが言ってるんだと思うんだけどねその辺とかさその戦略的な部分とかさもうモチベーターのイメージしかなさすぎてさ良くも悪くもあっから真ん中 西村がずるずるっとで阿部えー、っと二つボール支配率が山形58清水42シュートは30パスが13878もうだっていつもだったら清水の方がパス回しできるのに全然できてないもんね前半25分まで吉田のヘディングからのボールは松崎が取られてしまった、えー、南から下げて後藤 縦に入れて高橋俊也が落とす吉田大樹がまた中に落とす南が持って運んでいく右へ展開西村から外杉山外は中に入れた一旦下げて西村もう一度外熊本はもう一回下げる そう秋葉はアアンチビルドアッププタイプでしょ、うん、苦手っていうかなんかそういう意識があんまないかも木田が倒れて山形ボールのフリーキックでマジでここのフリーキック怖かったんだよなもうねほんとずっと怖かった前半今年はコーチ陣もしっかりしてるから戦術面でのフォローはしっかりできてると思いますねそうなんですよあくまでフォロー頼みな気がして なんかファールの取らもらい方もうまいよね。なんかね、本当に戦術乾になりつつあって、荒野がいないとポストもできないし、あんまり。えー、サッカー大好き男、モンティジオエ山内サポートさん。秋のスタイルならな アンダー、世代表監督をしたら、アンダーを割と攻撃に残しそうな気がする。その前に、うちの監督だからな福島の監督だった、与田さんだっけがコーチになりましたね。うん。ですね。そう、来てくれたの。さあ、フリーキック。 僕が狙ったボール、うん。これはそんなに怖くなかったね、コース的に。まあ結果論だけど、後ろ真う、本当に真後ろから見てたんですけど、そんなに、うん、大きくそれてったから、今映ったかな、俺。<laughs> 映ったかもしれない、一瞬。与田さん あーそうでしたっけえぐんが寄せるあべなんかねオレンジ色のねニット帽かぶってるんでね僕ゴールラニール今一瞬映ったかもしんない。 えー、右に展開熊本盾ここでねそブラガーとねイチシラがね変わってたんだよね木田が縦入れたボールをハスカーが対応えうちもアウトドアした高橋潤也が吉田南ブランドスルーして高江国分なんかそうここねごちゃごちゃしてんのかさマジでなんとかしてくれよと思って。 吉田がクロスは高いボール。うん。ジェラ、あファール取ってもらってたんだね。めっちゃブラが追っかけてんじゃんと思ったけど。えうちもクランモフさん率いたとき時はヘッドに鍋さんで、先中のコーディネーションができてたと思いましたね。モチベ型の監督はヘッ,ドでヘッドにデザインできる監督じゃないと。 行く。清水時代のボスはいかがだったんですか清水時代のあんまり記憶にない <laughs> ごめんなさいあんま記憶たぶんあれでしょう僕が応援を再開するかしないかぐらいじゃないこうやってあんま記憶ねえなモフさんの見てたかもしんないけど試合は。 実況始める前だと思う山原立てブラガが中入れてそこの時もっと行けやと思ったんだけどなブラガ軍事右展開うんそう吉田ねこれねでクロスが上がるじゃんうーんだったんだよねあんてもう一度たたみたたきんジェラから吉田落として中村 ふわっとしたボール。軍事には合わなかった。中村くん。あ、ジェラだね。取ったのね。で、山原。浦が山原。落として。蓮川から、ジェラ。吉田。宮門。松崎とパス交換。えー、シラ。 あっと、後ろから。うんー、やっぱシラボランチダメじゃねー。あんまり否定的なことは言えないけど。と、あ、今、ここでシラがトップ下に去ったのか。えっ、ー、と、ピーターがエスパーを引いた時は、明らかにセンターバックに、怪我人が、 ああかもねそんな感じだかもねモフさんはハマるといい監督なんだけど去年の山形や今のえっ、ー、とどこだっけ今どこいるんだっけ FC 東京がうまくいってないねいろいろあるよねタイミングとか相性とかチームの 悪いとは思わないんだけどさ今ディフェンスライン熊本と西村阿部で回してますで阿部が斜め右に国分落として熊本ですねうん高江がもうね国分がそうこのブラガンのとこでしょ南落として高江するして木田が かわしてこのゴールなんだよねー。わわって、こん時ね、時間止まったんだよなー。えー、前半33分、山形先生。このシュートうまかったもんなー。 マジね、時間が止まって見えたよえー、この今日はつらいですようん今日は今日やらない方が良かったってことこれはねほんとだって綺麗に流し込んで 決めたようなゴールでしたもんね。これはやられたと思った。崩し込みでマジで完璧なゴールですね。長内先生からお見事でしたからね。ほんとそう。これはもうやダメだと思ったもん。無理だよと思って。木な君のか話しかのままだし、しっかりと、そう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 。お見事でした。本当にお見事でした。34分だった。ごめんなさい。 34分よいしょ杉山と1対1で防いだ山原が足かかとをちょっと痛めてますねえー、下辺で3バックにして攻撃で3421のような形にできたから木田の北があの位置でシュートを打ったと思う,、うんうんうん 巻き出ししいのおさらい反省感なんか虚しく感じますまあね。でもちゃんともう一回見たかったっていうのもあって。前半35分のコーナーキック清水ですね。手前、メインスタンド側からのコーナーキックになります。これはクリア。吉田とかああ、そうだあったんだ。これ吉田か。そうだあったね。吉田2本こうになうったんだよね。 後半と前半とでねむしいかもしれないんですけどねまあでもうんちゃんと見れたかったからごめんなさいやらしてください、うん、もろもろなんか言ってるじゃん <laughs> ブラガネ、ね、スト切りさせてくれって 国分杉山繰り返したのクリオスあーそうだこれミヤモンに当たったんだでここで切るんだよね確かねこの辺で切るよねうん山形としては切ってほし,しくなかったかもしれないですけど えー、監督、山形の監督は、えー、と渡辺監督ですね、渡辺進の監督です、えー。山形は長崎と、清水は徳島と、中3日でやかないでその対戦なので <laughs>、なかなか難しい連戦ですね。そう、でもね、徳島はね、監督とね、強化部がね、解任になってるんですよ、今日のえう、ー、の7時前ぐらいに。なんでね、長崎止めて。 <laughs> 私は改めて見直すことって本当のサッカーファンじゃないとできませんからね、うん、サッカーがね本当好き,好きだし清水ももちろん好きだしなんか勝ち試合ばっか、ね、見てもねあとやっぱ自分のチームの悪いところいいところをやっぱ把握しとかないと。 あのねやっぱ素人なりのあれですけど安部からの外吉田これは長すぎですねそうですね渡辺進む監督ですねえー、もしと同じですね鉄は厚い順に打てで反省は早い方がいいですからうんまあ僕が反省したところでねあれなんですけどチームがちゃんとやってくれればいいんですけど初川から山原 縦にいったボールうーんあのー、それこそディオ女子チャンネルの兄者がさめちゃくちゃうまいレビューするじゃないレビューっていうかプレビューかあれできる人すげえいいなと思ってこんあの YouTube 的にだけどみんなできるじゃない本当に好きな人たちってその僕サッカーは好きだけどそこまで戦術的ななんか知識とか全然分かんないから 武蔵が外、右に展開して吉田、縦入れて松崎、もう一回落とす、吉田、もう一回松崎、下げて、もう一回や吉田、ね、中村、吉田、中村、中入れて松崎、一度落として、宮門から、長川、外、左、山原が受けて、もう一回下げる。 いやそう、これ下げるのが多くてさもう前に行けないんだもん吉田なんか白吉田がああここねおただもう一回取った白があーま引っかかったジェラ縦あ吉田うーん高橋だねアニサとモンちゃんのサービスはねうまいもんね 一応サッカーさ、小中ではやってたけど、やっぱ違う、兄者はすごい。ここまで去年の引き分けを全て勝つ結果、なっていので、まあよしでしょ。<laughs> まあね、去年に比べりゃーっていうのがまあね、だって7000勝ちなしだったからさ、それに比べりゃ全然いいんだよ。 勝ち点的にもさ5勝2敗で全然いいんだけど負けたと言えば去年よりうん多く、ね、えしてるとは思えないけど立て直しは去年より楽に感じるけど秋葉監督のことだからんとも言えないはははは手厳しいなカスタンさん,さんまあ分からなくもないけどね言いたいことはただ長崎強かったしね で長崎ほど正直そこまであれだったけどただちゃんとね山形が対応してるんだもん清水を阿部が持ち上がってきて立て入れた吉田そこのね吉田のカットねマジ読んでてすげえと思った前の4人へのパスコースがボランチから見えないケースが多かったのかななんかそんな感じでしたよ全然前にいかないんだもん そそそそそれはさかに近い秋葉サッカーですからねあううううん反そう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 町さんが秋葉さん現役の時やってたんでしたっけ確か清水さんも去年は開幕なそうそうそうともとにそうなのよであれ山形つまずいちゃってんじゃんっていうところでこうねえ銚子が貴重か貴重って言うんでしたっけあの調子が戻るのの手助けになっちゃってる可能性が まあいいんすよね、個人的には両チームとも J1 に上がってほしいチームなんで一旦キんが下げて阿部から真ん中通した国分はわたんない白田が縦に入れたボールこれはね飛んなかったねえっ、ー、と大御所で言うと両純さんから始まり各チームファンチームファンが 個人的に持論を述べてそれからコメントに書く人も詳しい人が出てきてみたいな良い循環ができてますねうんあそう副長副長 <laughs> ごめんなさい言葉が出なかった副長の兆しってやつね文章にするとどうしてもきつくなっちゃうごめんなさいいや全然全然,全然去年よりチーム力はアップしてますうんそれはねわかるんだけどね大丈夫っすここにね来てくれてる人たちそこまでねなんだろう 荒いって言ったらあの言葉が正しいか分かんないですけど、人はそういう人いないんでね、協調性は皆さんあるんですごいやりやすくさせていただいてますよ。縦のボールは高いんとこれは2日のクリア。前半が42分。も、ま、う、あ、もなく43分ですね。えー、っと、右。 杉山真ん中通せああ,ああ、こんなごちゃごちゃしてたのさあ熊本杉山だ下げるだってほぼ清水陣地で動いてるでしょボール西村 うーん、杉山さて明日にそれもちの発表あるかな楽しみがもうどうする ?4 月1日だからエイプリルフールですよなんて <laughs> <laughs> いやだって鉄板フルだって「鉄だってゆえー、清水様」ってあの僕がそれでこうなんかこうねネタにできる キャラクターだったらいいけど、そういうキャラでもないしね。たぶん、グレモルくんのところにはいっぱい来てるんだと思うよ。<laughs> 申し訳ないけど。グレモルくんガチの、その、怖さっぽなんでね。僕からしても。熱い人が集まりやすい。だと思います。それをネタにね、できるようになれば。ああ、奪った気ば、聞たがそう。ジェラーね、ここ強かった体。 ちゃんと自分で取られたところを自分で取り返したのがすげえなと思った。山原、右、左に展開して、もうね、ほんと出せないんだよ、こっから前に、ブラが、外、で、だいたい横か、マイナスでしょ松崎、ブラが、松崎、このカットにして、右足、ああ、そう。 うわーそっかこれか軍事のシュートこれかアディショナルタイム2分ですねアディショナルタイム2分ですね後藤のクリアーからさボレーシュートもさ叩きつけるボレーシュート当たったのは阿部かな惜しかったよなー 全然見えてなかったんですよ僕からこのシュートシーン松崎のボールはファーサイド白が折り返すこれはもう一度コーナーキックですね今度は山原のコーナーキックですね ああ、じゃないわ。さすがから。ひルのボール。クリアしたけど、シラ。吉田。ヘディングでクリアされ、松崎が回収。吉田のとこで通らない。ねえ。高屋もうめえな。時間かけるよね、そりゃね。あと30秒だしね。デジェラが取りに行って、ゴールキックでしょ。うん。 えー、若い人ですね、ササポから流してましたが、あ、タサポだから流してましたが、メガサポ配信者にそんなんいたら、確かに腹立つかな。<laughs> <laughs> うん、えー。関係ない話ですが、広島の選手スタイオン、ピースウィング、広島、めっちゃいいですよね。山形にも、あん早くあんなスタジアムできないかな。 いやでもなんかもうあのー、ND 初めて行きましたけど雰囲気良かったっすよそのスタジアムの外でここで前半終了になりますメジャー J2 リーグの第7節ですね、えー、モンティデオ山形対清水エスパルスの試合、まあ、振り返りですけども、えー、前半山形のえっ、ー、と木田選手のお見事な流し込みの流し込みでいいのかなシュートで、えー、1対0清水が 1>, 1点ビハインド山形が1点リードで折り返しとなりましたとまあぶっちゃけねあれですよ山形が、うん、うまくチームがチームというかボール運びできてやりたいことができただと思いますよ解説言ってますけど。 何度も「ああやられた」がありましたね。うん、うん、えっ、ー、といやえでも山、山形もあやられたっていうのあったはい、えー、そしたらですね、コメントあの入ってはいるんですけども、えっ、ー、と、一旦 CM ごめんなさい、入れさせてください。ハーフタイムの時間の関係で2回入れます。 2回入れさせていただいてますので、その点、ご協力いただければと思います。えー、今、現時点でですね、えー、と大体30、ちょい40名近くの方があのー、見てくださってます。ありがとうございます。ででえー、CM ですね、2回入れますので、で一旦ん CM 明けにコメントの方控えあの読ませていただきたいと思いますので、ご協力お願いします。では、一旦 CM です。 はい、えー、すみませんお待たせしましたちょうど今謎も CM が開けたとこですすみません、あのー、リアタイじゃないんですけど、あのー、いつも通りの配信ああ進行で行かせてくださいちょっとトイレ行ってきて、えー、2本目をですねチルドに入れてきましたはいでコメントは サッカー大好き男モンティオ山形サポーターさんからかなあ <laughs> やっぱりあれだなノムちゃんさんとリペロさんとモルさんのところ抜かれるんだねえっ、ー、と二つが出るのかな出ましたえっ、ー、とシュートは53枠内32ボールシ三イズが5238%ごめんなさい先に山形ですね でパスが291、168、84パー、77パーの成功率。オフサイドは2、0、コーナーキックは0、5。あれ、山形ってコーナーなかったあないか、清水だけか。で、ファウルが2、6。イエローカードは白が1枚もらってますね。えー、っと、さっきのごめんなさい、えー、山形サポーターの軍事選手のシュートシーンは。 山形の守備陣からは、ルーキーに初ゴールはさせないというプロの意識になるのが出ましたね。ね、ほんとだね <laughs>、えー。山田新スタの方どなかったあ,あ、どうだろう。わかんないですね、僕は。えっ、ー、と、山形のヘギポジションが出てますけど、えー、高橋純也選手が高め。で、木田選手と杉山選手が、まあ、同じぐらいの高さですね。 ただ、右側に広がってるのが杉山選手。まあ、右サイドのね、小池に参加してましたからね。あれあ、まだ出てないか。えっ、ー、と、18、35だから、南選手かな。で、清水は、郡司選手だけ飛び抜けてて、あとはもう、ハーフラインですね。上がれうん、攻め上がれてないもんな。両ボラ側だって、うん。 同じですしね。全く真ん中だもんね。で、えっ、ー、と。ああ、そうで伊野さんが予想で10って書いてくれてます。で、新スタは一応27年に完成予定ですね。あの同じ式時代でしたっけ？あのー、県の総合運動場のあの公園か運動公園か？ あ,あ、出た。アタキサイド出ましたね。あれ左なんだね、山形。50%、右25、25、中央とね。なってます。あったっすよ。あった、あった、あったか。あんまなかったような気がするんだけど。山形の新スタは、今の南側の、あ、やっぱそうですよね。うん。巨大そうでっかい、めっちゃ良かったと思った、あの、症状 清水は左いや右52パー左が37中央11パーセント中央突破が全然できてない郡くんの振ったシュートとか終わですか郡くんはディフェンスへのプレスは頑張ってた印象あるけどボランチへのプレスとかもう少し必要な時にはできああねーうん まあ、ボールロストもねやっぱボランチで取られちゃってるのイメージがまあ前に運べてないからまあしょうがないんだけどえブタブタコブタさんえげ、ー、ンぐさんの演じる発初めてあったんですスタグルだけはああスタと良い勝負できるねえいっぱいありましたねいっぱいあったんですけどどこも並んでて今前半のハイライトが一応ダゾーンでは流れてますけど一応 コメントを見ていきましょううんと若手を保ちてるステラリーグを復活させてほしいああそれはあるかもしれないですねアトリエさんね、うん、えーアホドリーさんが軍事君にそこまで求めますかうん高校生ルーキーだからね厳しいとは思うんですけどまあ、やっぱ選ばれてる以上はね結果結果というか 頑張ってたとは思うけどなそうスタグルーバーッと見て回ったんですよあのメインスタンド側から向こうの方までずっとぐるーっと回って折り返してたんですけどすげえなーと思ってでゲソゲソそばでしたっけ出てましたお店体育館の方だったのかななんかおいしいよってオジ女子チャンネルさんのところで 教えてもらったんであるかなーと思ったんですけど見つからなくて結局スタッフル何も食ってないっす <laughs> あの見えますここにここにあるんですけどこのだるまのやつとえっ、ー、とディオディオくんとモンデスくんのねこれと ミニ四駆これを買いましたこれラスイチだったんで欲しかった人ごめんなさい僕が最後の1個買っちゃいましたオーラダハウスのゲソ天そばかそうおいしいよって言われてたんですけどどこか分からなくてラーメンとかはあった,あっ,たっぽいんですけどもう一度編集するときにも見てみますねオーラダハウスですね はい、でサッカーとプロはそう別物うんで一応木田選手と松崎会議の選手の比較なんですけど松崎のボールタッチ回数がなんか少ない気がするのと右がまあ右に入ってればそうかしょうがないかポジションチェンジしたんだもんね えー、軍司君には期待を含めていろいろ求めたいですねうんそれは思うよでただーえっ、ー、とあのあのあの子森重んもう頑張ってほしい蜘蛛の糸のラーメンもあれ蜘蛛の糸入ってるの鶴岡本店って近くに ありますよ。授業から20歳くらいの選手を視聴機会を確保って日本サッカー協会の課題でも大学でも12年生うん。雲の糸はねまだ行ったことないですよねうまいうまい言われてるんですけど。ということで、えー、CM ですねダゾンハーフタイムの2回目入ったのでここでもう1回入れさせていただきたいと思います。 ぜひあの読んでほしいコメント等ありましたら入れておいてください。戻ってきたら読みたいと思いますのでお願いいたします。では、えー、2回目の CM ですね。行かせていただきます。 はい、すみません、お待たせしました。打像はまだ CM 中ですね。ですね、はい。えー、コメントをいかせていただきます。えー、森重選手は195以上のサイズあるから、なんとかものになってほしいな。ね、あのー、一応、フォワードとディフェンス、両方二刀流のはずなんで、出場機会があるのであれば、ぜひ出てほしいですね。 で、えー、ここまで変えるなら先発は鳴岡千葉石原でもよくないですかうんとは思いますけどなんでだろうね、うん、千葉よりも軍司君を先出したとで、えー、後半から千葉カンタがそうですね選手交代ですね で、あのー、ここでその千葉監督を入れたのは、ま、あ、偉いなと思った。いつもならね、後手後手になっちゃう秋葉監督なんだけど、ちゃんと後半からね、変えれたのは、えらかったかな。まあ、それから最初のプランだったのかもしれないけどね。 まもなく後半、今ホイッスルですね、えー、明治朝、JA2 リーグ第7節、モンテディオ山形対清水スパルスの後半が始まりました。西原君は本当に良い選手、来季あたり争奪戦になるかも、これってはっきり言って、スタジアイです <laughs> 言。言っちゃったー、言っちゃった、捨て試合って言ったらね、山形さんには本当、あの失礼になっちゃうんですけど、捨て試合になったの、えー、でもなー。 うんいやあの申し訳ないんですけど、個人的に捨て試合なんてないんですよ。J1 に戻んなきゃいけないですし、勝ち点1でも取んなきゃいけないんで、試したかったのは分かるんですけどね。かといってな、ここで負けちゃったらさ、下から押し上げになっちゃうしね。去年の秋田戦。うん。<laughs> うん。あれ、アウェのアウェの秋田戦 い僕も行ったんすよじゃあもう2本目いっちゃいますね、えー、西登録選手も西原君小滝く君矢田君の3人になりましたそうそう矢田君んもジシ的にはチャンス少ないだろうけど西原君と小滝く君は裏松崎抜けた打ったそうこれめっちゃ惜しかったんだよなおやったと思ったらごと,と<笑><笑>さめ よく見てたと思った。これ、あのー、高いボールだったらワンチャン入ったかもね。低いボールでシュート打ったから。あしかも手のここじゃん。平じゃなくてこっちで走っいてたね、バーンってね。これは、そう、ごとのファインセーブ。超、西村のヘディング。 そう小竹君と西原君。まあ、ポジションちょっとかぶっちゃうかもしんないですけどね。低いボール。じゃあ、千葉缶ね。ここね。白崎どうなんだろう。うん、知らね最近調子悪いっすよね。って僕はもう。昭和目指すチームはステージ合い作っちゃダメですね。でしょそうでしょうん、ダメなのよ。少なからず勝ち点1でも積み上げないと。 だって去年どんだけ勝ち点で泣いたか分かってるはずだから絶対捨て試合なんてしちゃダメなのセンターバックとディフェンシブハーフだからボランチのことかな4人が休めてないのがうん宮本と中村でしょあとセンターバックのハスカーとジェラでしょそうなんだよいないんだもんだってうちなんか4試合ぐらい それは結果的にってことでしょたぶちょこちょこあるよね、秋葉さんでしょう。ねなんでっていうの。えっ、ー、と、試合の方に戻りたいと思います。ごめんなさい、愚痴ばっかり言ってて。えっ、ー、と、今は吉田がジェラに下げました。ジェラから初川。左へ展開、えー、山原かなこれ。だね。うん、初川。 ころしを決めたら経過があっても。えっ、ー、と、さっきの松崎のやつかなえっ、ー、と、ジェラー、中村かなで、シラ <coughs>。あの、シラと、去年シラとさ、ホンナウドボランチやっててさ、ボールロストめっちゃ多かったんだよね。えー、後半は前半に比べてチャンス多くなり、 ポジションも回復してきたのはハーフタイムの調整効果があってい後かなあとは千葉缶が収めれるようになったのもあるのかなただ部長入った後もねまあこの後の話ですけど千葉缶が入ってきた落として松崎シュートああそうこれブラガンとこ,こぼれてたんだけどねそうこの吉田のシュートこれもねうわーと思ったんだよね やっぱクソクソつまらない黒田サッカーは <laughs> いやあのね黒田さんのサッカーさ結果のそうなんだよ残してんのよ何が正義かって言われたらさ美学じゃなくて結果なんだよねだからさ黒田さんを悪く言う町田を悪く言うのはまあその人の個人的な感想じゃん ってて言われてももういた方ないといういいしかなと結果が全てなんだよねあのグレモル君じゃないけどってなるとやっぱ黒田さんのサッカーは正解なのかなとただみんなからはあのソース感食らうよねこだわりすぎてるから勝ちにでもうんそれが正解なのかな結果を残す上では S、えー、バラずーっと言われてたボランチ固まって な,てないうん吉田のミドルね入ってたらねうん吉田が九州とを決めたイメージあんまないんだよなでもなそう確かにそうそうそううちはねセンターバックとボランチの会がないやなそう黒田監督がやることを徹底してる肉たらしいぐらい強いうん あのもうね、ここまで来たら、あのー、J1 優勝してほしい。で、俺のサッカーが正しいんだよっていうのを証明しちゃえば、もうみんな多分手のひら返すよ。そう思ってるんで。このカトリーは結果がすべてでしょう、うん。そうそう、よくも悪くも結果がすべてなんですよ。えこんな聞く山原 中村、あそうだね、これ、中村のヘディングは流れて、松崎が回収して、これ、僕の目の前でプレーされてるんですよ。スローインですね。愛、愛を余るのが豊かで、ゴールになるな、やる <laughs>。んのスローインかなで、千葉缶、もう一度清水ボールのスローイン。 まあプロの仕事は勝つことですからねほんとそうよでどんだけサポーターをね喜ばせるか山原かのボールこれは取られちゃったんだよなただこうそうこの時間はねそう珍しくシ清ズの時間になったんだよねあ今言ってますねハンドの判定か すげえな、実況も同じこと言ってるな、僕と。授業で解説か。おちさん。おちはやとさんかな。西村から安部。て入れて。うわ、抜けてるー高橋純也。うわ、これ怖こんな危なかったな。あ、りゅうさんこんばんは。えっ、ー、とー、アフターです。アフター実況です。ナイス、千葉。 千葉缶、ブラが外、ちょっとワンテンポ遅いんだよな、ね、出すの。松崎、ブラが、行った、松崎が回収して、剥がして、入れたボール、これ千葉缶、そう、このヘディング、惜しかったんだよねー。あれあ、最後ね、最後。<laughs> 日本時間はですね、えっ、ー、と、今、22時46分ですね。今、どこ飛んでるんですか今日はど、あ、ドバイか。ドバイから、ありがとうございます。別荘ですね。ドバイの別荘から。ありがとうございます。いやー、竜さん、マジね、あのー、勝利者だから、勝利っていうか、勝ち組だからね。まあ、うん、努力されてるとは思いますけど。えっ、ー、と、はすのヘディング。 中村が回収ミヤモンあじゃあミヤモンなんでこの狭い宮ンに渡すんだろうな中村な、えー、ディフェンスはユース組の剣持くん菊池くんの成長にあっそうそうそうほんとだよブラが菊池シューターねえ早く出てこいよって感じブラがブラがうた落として宮ヤ逆ン逆さあっモンのパスが雑になっったな え落合さんは的確ですね。サタンクラブの解説者みたいに、ホームチーム偏ってるけど、お合さんは中立ですよ。うん。やっぱね、<laughs> どこだっけどこかのさ、あれ実況ひどかったよね。どこだっけ実況じゃない解説。千葉戦だ千葉戦の時の。千葉戦の解説の人は、もろ、ジュビロ、元ジュビロの選手なんだけど、山原へのボール。 前出してって、おっちく君は川島英治のライバルでした、うん川島は今やジュビロで、あのこの,さこの間、先日、あ昨日か、あのテセさんと松原コート、川島選手と3人で写真撮ってましたね、東京駅かな、あれは。今、後半10分過ぎですね。 あ、そう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 。清水さんそうそうなのよ吉田泰樹から板下げて南もう一回あうまっブラガンのとこ絶対穴になってるよねこれ今見てもそう思う松葉月へ対するファウルを取ってもらいましたこれ直したかったんだろうな てか前半、てかハーフタイムで多分ブラガンとこ変えた方が良かったのかもしんないよね。今思うと。西原君出して。でもそうはできなかったんだろうな。そこまで回んなかったんだろうな。おうま、はすかがかわしてて入れて。千葉間には通らない。ヘディングでクリアしたのは阿部、えー、5番阿部。 清水ボーールのスロインになります今日はアフターの配信なんでそこまでガチガチの実況はしてません申し訳ないですけどえーと「消えた天才」という番組で川島が天才とかだったのがおじさんですかあそうなんだブラがあまり聞いてますでしょ聞いてなかったっしょ だって山形側からそうやって言われるんだよ。ブラガのボール。あーね。ファンに対しての配信。うんで今日はいいかなと思って。多分今日のアナリティクス見たらリピーターばっかりだと思うよ <laughs> で。で後藤のキック。 あでもね、その方がやりやすいっちゃやりやすいんだよね。気使わなくていいから。ただ、あの、緊張感とか、その、ワクワクはないけどね。安倍かな今。こと右に展開して、西村が縦ジェラがヘディングでクリア。 はすを経由して、今は、白かなな、千葉川のとこで取られたのか。高橋純也、下げて。誰だこれ。吉田か熊本か間通した高橋純也。ただ、まぁ、ちょっと遅れてしまったが、南かな今の。だね。高円、でも一度、南にもらって。吉田退重 クロスボール高橋じゃおーよかったこれカップ戦で44にトップ軍事千葉あくれたかさんがこんばんはやってますね整ってますね <laughs> まあいろんな意味で整ってますえー、トップてなるトップあーうんいや僕もそれは賛成です いやだってもうあの正直、今までまあねあの去年、今年かオフシーズンであのー、ね補強はしたけどそれまでは鳴岡君しか乾の後はできないと思ってたから乾選手の気楽はどうなりましたかのフリりで外すズ・ジュニそうだった今あそんな危険なシーンだったんだけどああいう感じだったんだってごめんなさいちょっと思っちゃいました。 がもし仮にだよ仮に郡司君があのボレーを打ってたらと思うと怖いよね山原またブラガのとこって言ってるね秋葉さんだそう思うなら早めに対応しろよ交代させちゃえばいいのにダメだと思ったらでブラガから、まあブラガジェラから松崎で吉田ブラガでレでスロインは どっち山,、えー、山形ボールで、乾イイの怪我はねどうなんだろうなんか違和感感じたから交代前節は6分で交代して、まあ、今節は多分何も僕は情報をもらってないんで分かんないですけど多分ただ単にターンオーバー北川晃野とあとカルはターンオーバーだと思います。 多分ここまでボロボロになるつもりじゃなかったのかもしれないけど思いっきりボロボロになってる捨てるもし仮にこれが捨て試合だっていうんであればもう全員変えちゃってよかったんじゃねえのって思うしはっきり言っちゃえばえ個人的なるほどそうでしょでしょでしょアトレさんも僕もそう一緒なるおかくん 期待してます成長してほしいもっとまあカテゴリー違うけど J3 の相模原で結構大活躍してたじゃないですかそれをカテゴリーが上がってもできれば平から前進白がカットえっ、ー、と山原かでちェラらかで吉田に預けてブラがもっと開けばいいのになんで松崎 抜けるか抜けるかあーこれ倒されたこれ,これカードもらうんだっけそうだよねうん鳴岡くんはちょっと待ってくださいね鳴岡くんおお危ね危ね倒すとこだったでねあとね思ったのがねモンテ・サポのねちゃんとかでかかった鳴岡くんは25番。 25番、成岡くん。プロフィール。2002年の7月,、えー、7月28日生まれということなんで、えー、今22歳ですね。今年23歳になりますね。高いから外、左。いや、右だ、ごめんなさい。縦入れて、高橋うや。 ああ、そう、ここはハスカーンのスライディングがめっちゃうまかった。21なんだっけそうです。変な交代だったらトップ下はなるのか山口札幌が残念ながらぐらい <laughs> ね。そうだよねそう。山口で活躍したもんな、ね。山口でもそう活躍したんだもん。で、こ,このさ、ルーズボールもさ、回収できないんだもんな。みんな高江、倒されてフリーキック。 国が倒されましたね、えー、サッカー大好き男モンティアイマズサポートさん「高橋はシュートミスが多かったけどシュートで終わるから変なカウンターをマジねそのねあのこういうのをプロの選手に言うのも変だけど小学校の頃からフォワードはシュートを打って終われってあの外してもいいからみたいな感じで僕は教わってました僕フォワードだったんでね。 なるほど良い選手だと思います福島でも欲しいい <laughs> <laughs> うんいい選手だと思うんだけどななかなかチャンスがない秋葉さんの声を拾ってんなマイク <laughs> 雨なので最低引き分けだったとは思うね 勝てると思っての起用であることは間違いない。監督は常に勝つことを考えているはず。うん、結果勝てないことはある。うん、その、うん、そのその場合は批判非難されるのも仕方ない。個人的には褒める方が好き。うん、もちろんそりゃそうっすよ。あんまり言いたくない質問やなこと。ただね、ぼやいちゃうんですよね。 <laughs> ついついぼやいちゃう静岡だとよくあることなんですよねあいつがどうのこうのとかあん時ああしときゃよかったじゃんみたいなね俺だったらこうしてたのになとかさ言うのが普通でしたねまあ無理じゃんそんなの絶対でもそうやってなんだかんだ言うのが好きな人種 ふわっというボール。おーか。ゴンダすげえ、これ。この、え、三つブロック。三つブロック。これは、これはゴンダナイスセーブ。やばい。今のはすげえわ。神だ。え、じゃあ、結果三失点して,てもおかしくなかったんだ。あぶねー これね、もう影になってて、何も見えないの。あ、3本目はディフェンスに当たったのか。さすが権田修一って言ってもらえてる。一旦下げて、高江、杉山のクロス、高いボール、ファーサイド流れて、これは、そうですね、ゴールキックですね。ここで清水が選手交代と。で、元木が入るのね。 そう、これのブラガとの交代をもうちょっと早くしてほしかったよな個人的には今週水曜日アル・ナスルの「おいいっすねた、あのー、満喫してきてくださいよそっかあのー、ドバイだとそ,そうだよね 飛鳥が上がって、どうなったいや、吉田が、縦、松崎、馬、松崎、千葉缶、千葉缶、千葉缶、あ、そう、ここで、ここで防がれちゃったんだよ。住吉が残して、中村、ジェラ、飛鳥は、左展開するんだっけ明日ね、うん、山原、 スるスると上がってって切り返して中入れてクロスこれはクリアされるでも21歳以下で有望な選手がいるってすごくないですかんあえっとごめんなさいその前にえー、っとアホードリー三角がのヘディングシュートですねうーん山笠んが、まあ、今苦戦でもらってたポンチョもふもふそして体重があこれで、ね <laughs> ファールですよねうんそうそうそう西原君がもらったポンチョ型防寒具みたいなグッズは清水にないんですかモンチョなーいっすね多分。でえー、とアトリエさんが言ってるまあねそれでさ有望株有能株をね潰すのも清水なんですよ。 あれ、ここで選手交代しないんだっけ振り聞く先か。えっ、ー、と、玄君さんの時代の清水地域だと、清水 FC に選ばれた選手とか、あれから一目置いたしましたか、あのね、もうね、雲の上の存在だよ、清水 FC 入れたらいなかったよ、あの、同世代の美穂市は。美穂市って言うんですけど、僕の小学校。清水 FC に入れた子いなかった。 レベル高すぎてここで交代か伊坂伊坂と伊坂でしょ42が入るんでしょ国分とん誰と誰だ17番 加藤千尋が入るんでしょ伊坂と杉山国分と加藤かちょっと待ってくださいねここでメンバーチェンジの入力しますねえっ、ー、と杉山と伊坂でえっ、ー、と 17番の加藤千尋と25番国分 <laughs> えっとサオジラおははは松崎くんはまあうまいのなんか波あ,りある気がするなただうまいだけ <laughs> 波ありません松崎 西新井のボールは吉田が吉田が対応して吉田が拾う清水は温暖な気候だからな温暖ですよ少年サッカーが1 2時だった頃は清水 FC は清水地区の少年のオールスターそうマジマジそうで監督が僕の担任だった <laughs> 清水 FC の監督が僕のクラスの担任だったよ 例えば今のエスパルス、今日4、3、2、1、変えて 4, 3、4、2、1ですね。小室加とドバイも現在26度温暖な気候です。あーあ、えっ、ー、と、スタッツ出ましたね。56%が、えー、山形の支配率、44%が清水。シュート8、7、パスが395、299。あ,いあの、井上さん、ありがとうございます。杉山といた、アホ踊りさんもありがとうございます。あ、ブロールさん、お疲れ様です。 今仕事終わりました。なぜ負けたのか。現空 TV で振り返り、復唱させていただきます。ありがとうございます。高橋純也のシュート、うおー、高橋純也のシュートも怖え。ただ、ハスカーもちゃんとついてたね、今ね、えー。昔は清水 FC は日本一のエリート集団とか言われてましたからね。マジやばかったよ、マジ。もうの本当に。あのね、選抜選ばれて選考会行って、僕はもちろん無理ですけど、あのー、 選抜とかその選ばれる試験があるからね高橋純也のシュートこれは権田がキャッチうんこれは見た見えたほんと狭き門だったからね清水 FC 入るってそれだけでほんとにスター扱いだったもん奪った高江縦に通して加藤千尋高橋純也がいったん落として木田がまた下げる南から外吉田泰重。 一旦下げて木田あー西原くんが掴んでる <laughs> で下げて南木田かなうんあそっか西原くんがやってんだうん、でファールもらられちゃったねあミヤモンか今のはえー、もう一つ書いて「軍事入れたら442」って試したらあ,ーあの軍事くんを残しておいてってことか うん正直ねブダガともう前も言ったと思うんだけどブダガと、あのー、松崎を一緒に使ってほしくないのうまくいかないからなんかなんかしんないけどね合わない個人的に印象的にであと松崎君と。 あの右,右サイドであのー、北爪を使ってほしくない穴が開くから高いうおー高いのシュートすごっサッカー国静岡は育成年代も含めてレベル高いチームばかりそうアンダーはいいんですけどねプロ4クラブだけじゃなくて JFL の本田 FC っていうのは最強のアマチュアクラブらしいね僕の同級生本田行きましたね活躍ちょいちょいしてたっぽいっすよ ラジオにも出てたらしいジェラが吉田に吉田てにヒールで西原ここねかわせたらな安倍の対応だったんですけどでそうここねミヤモンと合わなかったんだよ松崎のパス交換がこれ通ってたらまた変わったと思うんだよね 今、後半70、もうすぐ4分、あの新田純也っていう人がいて、ホンダで結構活躍してたんですけどね、今のアビスパ福岡、もともと藤枝ブルックス、元は中央防犯ですからね、はいその前でその後でしょ、前 FC できたの。 なんかもともと静岡が拠点だったチーム結構あるっぽいですよねあともう1チームぐらいありませんでしたっけアビスパー以外にも清水も選手交代ですね志田とそうだねあ吉田と北爪め変えたんだっけあそっかそっか 背番号はもう大体覚えたんだよね西澤君16で北詰めいこうでしょ吉田と交代で西澤君とんえントスあそうそうそうトスだ うん、なんだっけなんかちょっと忘れちゃいましたけど、そう静岡だったんだよね、母体は。また、柏浜アントラーズも、ホンダから大量移してきた、してできたチームだったしね。あーですね。確か、確かそんな感じ。ただ、あの、J リーグ創設の時に、結構なトップハンティングじゃないけど、ね。 p g m フューチャーズでしたっけなんかね、ごめんなさい、ちょっと名前までは覚えてないですけど、もう一チームそう、あったのは確か、確かトスだったような気もしなくもないって感じ。なんで、なんか知んないですけど、九州、九州に集まりますよね。静岡から出てった。まあ、アビスパとトスだけなんですけど、まだ。西原君のボールは、カットされるけど、取った。うまい。これは、オフサイかな だね、そう西田君のねこれ抜けてたら面白かったんだけどなーえっ、ー、と今76分なのでえ2020、ー、20分か、うん30分だね30分過ぎあ知ってるんだ新田君 JF ュー勝でその時のルーキーそうですねそう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 ,そうでね同窓会で一回会ってどうなのって聞いたんだけど うーんって言ってて言た <laughs> 活躍してるみたいじゃんとかうーんっつってそう新田くんはねめちゃくちゃなんだろうサッカー部の中でも結構ね腰の低い人でしたよ <laughs> いい意味でいじってくれた 熊本君慣れないサイドバックで走たあそれで釣ってたのかで PGM フューチャーズでいいでだですかねやっぱ、うん、あの時はマルクス言いましたしいやあんまさんかな本並が J リーが入りしなかった影響で本並の主力選手がそう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 あのねホームスタジアムの関係でしょ確か 基準を超えられないからっていうことで。七る君には柴崎それよりも財前みたいな選手になってほしい。<laughs> うん。柴崎な柴崎。うん。かな。確かにプレスタイルはそっちの方が似てるかもね。あそこの。ちょっともたついてたよね。あの。単価 あ、そうだ。ここで山田選手入ってくるんだそうそうそうもうこの時ずっと俺祈ってたもんなもうこんな状態見てたよ山田と熊本とかそう10番のね木田も交代だもんね坂本と。 えーっと山田拓実山田拓実もあれなのかなずっと山形でやるのかなし1 0番 このあと、まあ解説あと10分ありますからね、とまあ、立ち寄りできないかもしれないみたいなことを言ってくれてましたけど、よし、えっ、ー、と、千葉キャン、千葉間のファルか。おばさん、0−1、えー、で安牌パイに負けることもできたという伝説、<laughs> 名言を吹き出した人な。いさか坂か ジャののクリア安倍の競り合いセカンドは山形、赤手、伊坂全員ただこれは清水のボールになりましたね,ね山田君は山形一筋ですよね山形のバンディーラーねうんモンテ連帯するのかと思いますでしょそんな印象ですよねずーっともうモンテ一筋ほんとそんな印象ですだそういう選手がね清水でもまた出てきてくんないとなと思ってあのー ねえあ千葉缶あ,あこれな安倍の対応かあの沢登りみたいなね一筋みたいな選手が出てきてくんないかなとは思ってるんですけど高橋純也がジェラが対応してこれは大丈夫ね部長と宮門セカンドは取られてしまった 山形、坂本が坂本が上がってきてファーサイド伊坂全員がいるけどこれは部長が対応したんだよねだね、えー、あ星野さんこんばんは東京お一人様陳道中を終え帰ってきましたお疲れ様です試合観戦会社見ておりませんあーごめんなさい反省会してましたお疲れ様でした

5人目の交代ですね丘君と交代。X、でいろいろと皆さん感触的にどうですかん ?X でいろいろ言われてるっていうのはダメじゃんっていうことかなあのー、簡潔に言うとやりたいことが全くできなかった。その一言に尽きると思います。あのー、悪くて点差はそこまでなかったけど。 あの長崎のと同じ感じ西ああ何かこの試合2列目からしたほぼベスト引き,引き分け狙いでもよかったいやそうはうまくいかないのがうちじゃんだって自虐になっちゃうけどフリーキックで期待のドキドキ感与えてくれる中盤の選手が出てきてほしいなああるね あ,ありがとうございます。あホドリさん、松崎となるおか。そうそう、ああ、なるほど、でしょ、うん。もうその一言だよ。やりたいことがやらせてもらえなかった。伊坂 <laughs> かな、今。何、伊坂だよね。伊坂だよね、うん、42万。 高いいからのボールは合わない昨日はできることが限られたね本当やるならホームでやってほしい気がするうーんまあ怪我人とか野球、ね、休憩っていうか休みとかいろいろあったのかもしんないですけどねあの僕個人的に山形そんなに弱いチームだとは思ってないんで。 まあそうするとあれだけどねそれだったら「自節じゃない?」とは思っちゃうよね徳島徳島に悪いけどそうやって言っちゃうと「西原君マジここをねカットいあーんねこれも,もうワクワクするんだけどさ山原。 ね今なら何なで千葉を外ればさせないほんとスタメンに使ってもよかったと思うんだけど多分郡司君を使いたかったっていうのがあると思うんだよな伊坂投入でロングボールのターゲットがはっきりしたのがよかったですねうんそう伊坂ね伊坂もねあのチアワオベース抜けたのでかかったと思うんだけどなこれさ千葉君に当てたんだと思うんだけど惜しかったよね で後藤も多分こうキャッチして、千葉君のことを心配してくれてたんだもんね中。中村、中村か。一船の忖度。<laughs> あるかも。あるかも。一船の忖度。ね。秋葉さんがだって一船だもんね。もとね。西原が治めて、中村。壊した。壊した。ね、ここ。 ね、縦抜けて千葉そうここで抜けたらマジでさ大チャンスだったんだけどねあおたまるさんこんばんは来てくださってありがとうございます右にはたいてこれさ坂本、ね、伊坂伊坂がか仕掛けてクロスボールは山原がブロック顔が赤いですね2本目です今日 それなら千葉監督が90分フルつながれることを前提に使えたらスタメンはありましたけどねそうですねただうちのワントップって結構交代してるよ途中から秋葉監督も一軍なあーなのかなあ 千葉ゴールって取れれば覚醒するかも本当それは思いますあの調子に乗るっていい意味で調子に乗ってほしいこの菊池をこれは権田が正面キャッチこれからさっきのヘディングの話題があったのは郡司君が出れないのは守備に不安があるからって聞きましたがどうでしたうーんねそもそも何もできてなかったからな前半 <laughs> で後半から千葉感が出てきたのよ だからねあちなみに山形の山田もし市船ですねワンチャン清水に来る <laughs> 僕的には大歓迎なんだけどうちは前節の岩木戦に続いてディフェンスの阿部君がキレッキレでしたねあーかなチェンコイ入りエロー2番の吉田パイジュ結果はだって僕現地行ってましたもんあのー、今 清水が攻めてる山形のゴール裏にいました。伊坂全員が上がって、蓮川は様子見てますかね、これね。で、山原がクリアして、セカンドは高井が拾う。で、南が伊坂に預けて、で、ここで加藤千尋がクロスボール上げて、蓮川がクリアしたところを、高橋純也が。 たまたま高橋のところに流れちゃった2失点目88分ですねいやーマジで <laughs> マジで本当。トえー、っと やばいおしっこ行きたい <laughs> おしっこ行きたい2本目に飲むとさすがにおしっこ行きたい87分でしたっけ何分でしたっけ 88分か。アティナルタイム7分ありますかね。88 <laughs> 分。ちょっとごめんなさい。トイレ行ってきていいですか、マジで。ちょっとね、我慢できない。ちょっと行ってきます。 はい、えー。大変失礼いたしました。高狩りに行ってまいりました。ね、女性はお花摘み。殿方は高狩りですね。千葉缶が今背負って。で、西沢くんのクロスボール。中村がヘディングしたけど、えーと、奈良岡くんのとこで。あ、そうそうそう。あのね。そう。 アディショナルタイムは7分です。これね、俺現地でね、7分ってマジ言っちゃったんだよね。長っつって。まあ、ある意味助かるけど、7分って本当に。住吉のヘディング、うーん。ね、ジェラーのね。 西澤君のクロスボールをそうこれねめっちゃ良かったんだけどねほんと惜しかったボール12個分ぐらい離れてたかなでえっとスコア出したっけあ八88分山形の有田涼が入ったよいしょ ね高橋ね一応結果残したもんねなんだかんだ言ってねあ、な僕が言う立場じゃないですけどでえっ、ー、と今鳴岡君がバックパスかな ゴンダからのボールは競り合いセカンドは西原君が取ったほんとね西原君マジ期待しかしてない北前部長にのむロングボールはこれはダメでしたねえー、っとなえー、っとわかっ中村おっ チャット見てたら、中村のシュート見れなかった。ま、あいいや。西沢くんが逆サイド振る。レオン、レオンのところ。収まった。レオン、レオンも疲れてるんだよな絶対。西沢くん。下下げて。ごめんなさいね。後でごめんなさい。ちゃんと拾いますね。はずかはジェラー。あー、は川あそう、はずだね。ジェラーで、はずかは。 て、これは西田君、宮本とこ、スイッチ。宮門が右に展開。部長西田君、もう一回部長。で、西原君、ちゃんと縦にいくんだもんね。で、成岡君、中村。千葉間、中村。もうね、この辺がの、ほんとね、この辺からちょっと面白くなるんだよね。ただ、時間がないんだ。 せっかく、ねあの、もしかしたら山形の足が止まり始めたのかもしれないんですけど、本当、アディショナルタイムのこの7分間だけな感じ、もしかしたら、よく言えば。えっ、ー、と、そしたらですね、えっ、ー、と、HIRO さんの22分の発言ですね、5分前の。若手を使い続けるのはどうしても批判されがちなので、監督の。 我慢の,あの短力が試されますねまあ、秋葉さんはそんなあんま気にしないんじゃないですか若手を使い続けるの、まあ、その若手育成っていう意味は絶対だって使わなきゃいけないから、あのね、うちはね、申し訳ないんですけど、若手を使うのを批判するって言ってる場合じゃないんですよ。平均年齢高いんで、若手を育てなきゃだめっす。南これは 奈良くんのカットか。で、ジェラが。で、西原君が倒され、そう、で、これでね、うん、そう、あの、アドバンテージを取ってもらったんだけど、これやり直しでしょうんそう。批判されがちって言っても、清水はマジで若返らせなきゃダメ。ねえっ、ー、と、アホドリさんが、このチャットでサッカー談義楽しいですね。ほんと、あとよかったと。ほんとね、あのね、なんだかんだ言ってね、 こうやってあの何だろうな気丈の空論じゃないけどくだねこう話すのが面白,面白いというか好きなんですよね静岡の人たちってと思ってますそういう回もたまにはあっていいかなと思いますはいそれを何だろう本当だったらあのメンバーシップの有料そのメンバーシップ限定配信にすればいいんだろうけどね ただやっぱあの待ってる人が何百人っているんで、そうなかなかできないっていうのもありますけど、あの視聴者離れを起こしちゃうんで、あんまりやりすぎると。南が坂本とパス交換して、て入れて有田のところはジェラが対応をね。で、部長が出さない。ジェラが拾って、みやもんかな。そうですね、みやもんですね。で、蓮川。 あ,じゃあか違うで今西原君だねでジェラー外西澤君向こうを指してますねジェラーが左に展開ただこれは山田がね対応して伊坂が拾う高江が前向いて加藤地拾う南 いた下げるさあもうアディショナルタイムも残り1分ないっすね吉田泰重、立て入れて坂本これは山形ボールか清水ボールかえっ、ー、とわーそうだね猪野さんも若手を使い続けるのはリスクもでかいですからねまあディスクを背負わなきゃダメなんですけどね 有田。が、ここでホイッスルですね。試合終了となりました。はい、あのー、山形のホーム初勝利かつ連敗ストップを。奇しくも清水が与えるというね。はいで、清水は3連勝がストップしたと。 よくあるパターンです。何かしらの節目ターニングポイントを清水があげちゃうっていうねその J 初ゴールだったりとか何かいろいろと清水がね初タイトルあげちゃったりとかね大分もそうですしあのまあフリューゲルスもそうですけどあの花道を飾らしちゃったりとか。 はい、まあそれは、まあ、あまりね言ってもしょうがないんですけど、まあ、結果的にそういうことになっちゃうと。で、まあ、今ですねあのさせていただいた実況実況というかもう半分愚痴半分実況のような感じになっちゃいましたけども、まあ、2対0モンティデオ山形がホームなんでね2対0で、えー、モンティデオ山形の勝利となりました。で、えー と次ここかあおアトリエさんだね鳴岡と千葉アンダー世代で無双してた2人使い続けてほしいいやー使い続けてくれよって感じ鳴岡くんもだってリーグ戦は久々でしょ久々っていうか出てたっけあのー、カップ戦はもちろん出てるんですけどリーグ戦出てたっけ千葉もねー あの調子今は良さそうだから調子いい時に使ってあげないとさっていうのはあります僕個人的にえーアホウドリさんは「エスパルスは投資して買い殺ししないことですね」っていうのが痛い痛いっすあのなんだおせふんしかりあと誰だ <laughs> よそに行って活躍してる <laughs>。あのー、まあ、あサンタナは久々の初ごろですけど、うん。あ、僕が映ってる。入ってる、入ってる。今、映ってましたね、僕が。誰もいないところにポツンと僕、カメラ構えてたんで。えっ、ー、と。 で、ああ、静岡全体ですね、と。うん、AT7 分何かでしょ長いでしょ高橋と有田、ありがとうございます、アホドリさん。で、僕も、本田慶祖さん <laughs> 7分でしょうん。で、アホドリさんは撤回。えー、清水の若手清は結構伝統ある感じではあります。テルも、若手清で、ああ、そっか、伊藤テルかな で田島君、あーね、市川くんもそうですね、あの岡崎君とかね、そう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 。まあ、成功した人たちかな、今挙げたのは。えー、高橋はここまで4ゴール、絶好調ですね。高橋純也選手かな、うん、いやー、でも素晴らしいと思いますよ。西原くんはユースの試合もあるけど、プリンスリーグでしょ。うん トップで抜きをできるだけ続け続て欲しいなあ,そうあの西原くんそのあのねディオ女子チャンネルさんの配信に遊び行かしてもらった時に西原くんはプリンスリーグがあるから来ないんじゃねえのっていう話があったんだけど結果ね来てくれて出ましたからねやっぱトップチームその意見分かれてたんですよプリンスも大事だけどね高校ん3年生でしたっけなので。 トップチームの方が優先じゃねっって言って言で結果まあ優先になったのかなわかんないですけどうん。なんで西原君にはも,もっとトップで使ってもらいたい。へなんかね今の今のブラガの出来で考えたら全然西原くんの方がいい気がするんだよなどうなんでしょうね。もし意見があったらチャット欄拾うんでお願いします。 えー、ブタブタ子さん、あ <laughs> 見てくれてましたね。ははでしたね。<laughs> そう本当後半の本当一部分だけですよ。清水が攻めれたの。で、アトリエさんが、あー、で誰しもば、アホードリーさんがまた撤回で、えー、っと、坂大好き男、モンティジョ山本サポーターさんが、世界では17、18デビューするのが普通です。そうなんですよね。だから、それに、年、ね、に近づけるじゃないですけど、 気をすることが別に間違いではないとは思うんでね。あとは、変な話、先輩たちがちゃんとフォローすればいいだけの話じゃない。言うても。それは経験不足だから当たり前じゃん、ミスるのは。それをカバーできる先輩たちがちゃんと仕事するか、かなーって思うな。 え星野さん勝つのももちろんだけどその通り若手を育てないと自チームで育てなくて育成付き現役きでばかり付きは回ってきたあー若干あるかもしれないですね山形鑑賞趣味の看板に近いないそうそうなんです何もできなかったはいえさあ岡好き男もほんとにでよう山形あーっと えー、あ、大丈夫だ。何気に試合連続のクリーンシート、謝るとっては大きいですね。あマジ、本当、それは良かったと思いますよ。うちはまあ、連勝ストップしちゃいましたけど、うん、まあ、気を取り直して、えー、まあ、7戦で5勝2敗なんでね、まだね、ポジポ、ポジティブに考えれば、あとはまた3連勝すればいいだけなんで。はい。で、えー、今ですね、ごめんなさい、えー、と、ダ a ン c m 入ったんで、試合終了後の、 CM タイムに行かせてください。ごめんなさい。先ほどはごめんなさい。トイレに行ってきたんですけど、<laughs> CM を入れさせてください。お願いします。えー、なんだかんだで50人近くの方が見てくださってます。本当にありがとうございます。では、一旦トイレに行かせてください。あ、トイレと、CM ですね。行かせてください。お願いします。 はいえー、すみません、お待たせしました、戻ってまいりました、ちょうど、ダゾーンも CM 明けみたいですね。えっ、ー、と、おお、めっちゃコメント増えてる、うーんとですね、じゃあ、えー、こうか、えー、ヒロさんのとかな、メモリアルな試合で顔を出すことの多く。 エスパルスはサッカーの神様に愛されてるのかもね。いやー、マイナスの方かもしれないですけどね、うちにとっては。で、かさん、えー、敵に賞を送るのは昔からの伝統だからね、な難しい。うんむか、あの、本当に昔からのエスパルスを知ってる方はそうですよね、そう思っちゃいますよね。 え星野さんおー決まりのパターンかーなんですねはい渡辺監督はまあお待たせ、ね、ホームス8勝利ねお待たせしましたということででもまあ浮かれることなく引きを引き締めたいと言ってます、えー、加瀬さん清水の若手も力があるんだから使い続けなけれ,使い続ければきっと覚醒できるのに秋葉監督の起用法が起用じゃないから若干監督に <う>ん <laughs> 起用方法が起用じゃない <laughs>。ま,まあね、その秋葉さん、今日の後半、さっきも言ったんですけど、後半から千葉間に変えたのは、もともとだったのかわかんないですけど、いい判断だったと思います。個人的にはね。星野さん、光君はリーグ初だったような。 だよね、そんな感じっすよねリーグ戦初な気がします僕も記憶上っていうか僕の知ってる限りではでアトリエさんがやっぱサテライトリーグ復活、うんまあ、そういう場がなくなっちゃったっていうんであればねただあれナビ,ナビスコじゃねえや <laughs> ルヴァンカップが若手使わなきゃいけないっていうあれじゃなかった,でしたっけ基準じゃなかったでしたっけそれを免除するっていう意味だ たらサテライトリーグは必要ななのかもしれないあすね,サテライトリーあね懐かしいっすよねあのー、その昔、えー、今のあのー、野々村千山マンが千葉にいた時ですねサテライトリーグで清水と千葉の試合があった時ですねにえー、っとバックスタンドで愛したの 久々に、ね、あの野々村さんがやってるのを見ましたけどねいやーねもうおじさんになっちゃいましたもんね野々村さんも相変わらずイケメンですけど高校時代から知ってるんでマジイケメンっすよあの人はえっ、ー、とともひろいのさん生方も若干起用はあまり得意じゃないからな成功例は 現ガンバー大阪のあハンダリックかはい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 えっ、ー、と伊さん西原君はスタートから見たいですいやそうやってた言っていただけるのは嬉しいですね僕もスタートから見たいっすあのブラがこんな調子だったらその方は絶対厳しいけどまあめっちゃぶっちゃけ僕個人のチャンネルなんてあの好きかって言わせてもらいますけどうん だと思うんだよなあ「阿宝鳥さん今期プロ契約締結して9時8分出動したらえ契約ですもんそう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 ガンガン使っていいと思うだってね魅力的だもん選手的にプレイスタイルとか魅力的なんでどんどん使ってほしいっすね秋葉監督のインタビューですねこれから 練習を伸ばすことができませんでした今日の試合90分振り返ってくださいとまあ少しこう前半が思ったようにプレッシングとかは,はまらなかったのでその分足を使わせたりゼロで我慢できなかったところが最後まで響いたかなとゼロっていうのは我々は少ないのでまたしっかりそこはたった3日間ですけどしっかり修正してホームで徳島に臨みたいと思いますと。 うん、攻,撃攻撃面でどうやって組み立て直すか最後の精度のところだけなところも強いのでやっぱいかにゴール前にで迫力を持って入れるか人数をかけられるかと、まあ、3日間でトレーニングはできないけどと映像を見せながら修正したいなと思いますと。 相手のトップ下の選手をつかめるのは難しそうでしたがと、何個か守備のやり方ある中で、それがなかなか前半のうちは機能しなかったなと、ただ後半は修正して、素晴らしい守備を見せてくれましたからと、だからこそ前半ゼロで耐えるとか、なんとか勝ち点持って帰れるように、そこまで成長できるようにやっていきたいと思いますと、施設は前走中のホームに帰りますと。 思いを聞かせてくださいと昇格するためには連敗できませんしこれを引きずることなくもう一度ホームでどれだけメンタル的にもフィジカル的にも回復しているのか愛したには我々サポーターファミリーがたくさん来てくれますからと必ず全員で力を持って連敗しないようにまた勝ち点3を取りたいと思いますという秋葉監督のコメントでしたまあ簡単なお迎えしあ 足立のおばちゃんが映ってる <laughs> おばちゃんが映ってる思いっきりおばちゃんはまあ個人的な話になっちゃいますけどあのー、足立のおばちゃんは今の職場が最後だったって言ってましたね今日 X で拾いましたけどえー、っと サッカー大好き男モンティディオ山形サポーターさん、えー、ブラブラブラガかなブラガ選手はまだ清水の約束事を覚えてないんですかねいやーいやそろ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 ちょっとちょっとちょっとでしょう <laughs> えか、ー、ささんブラガを一時期はずさんに一部賛成若手にチャンスを与えるべきなんかね噛み合ってないんだよなうん。 短期がどうか分かんないけど、ドーグラス短期が。ひとまず、ここ数試合、あんまり、あんまりいい感じじゃない気がします。えー、久留米さん、<laughs> 7戦で5勝2敗、まあ、岡山は2分けなんですけどね、7勝2分けなんですよね、だからその2点分が首位か2位かの違い。 今、d a z n 僕の見てる画面では、えー、あれですね、前半、後半、まあ、通しての、えー、っと、なんだ、ハイライトが流れてます。えー、ヒロさん、アカデミーは個々の選手の育成を優先しようトップ出場チャンスをアカデミーも優先するはずなので、期待します。ユースは、残りの選手で勝ちに行くでしょう。でしょ 短期ってどうなん今ねちょこっと話しましたけどどうなんでしょうね僕あのなんか練習とか行けないからサミにあの練習場に行けてる人たちの意見を聞きたいよねどうなんだろうその辺の人たち僕のチャンネル来てんのかなぜひもし見てらっしゃるんであればコメントくださいその辺ちょっと話しましょうよほんと せっかくの反省会らしいあ。ぶあ最悪最悪あのチャット欄に書き込むためだけにチャンネル登録してもらってあの終わったら解除してもいいっすよ。マジその辺の情報マジないんでお願いします。7000で5勝は上出来ですよってさっき言いましたかね。 あ,あ違う車,ど車どんなルンバさんのことであれだったんだが上出来まあそれこそ去年に比べりゃ上出来っす自分も上出来だと思う,うんなんか調子いい試合を見せられるとやっぱよく変えちゃうんだよな申し訳ないんですけどジュビロのことはそれなりにすごかったジュビロのこと ジュビロにごとっていたっけえっとアトリエスタジオさん清水は若手を育てられない育てなきゃだめなんだけどねでまあなんかあんま嫌なんだけどその若手う売るっていうのもあるじゃないですか選手を育ててあのそのね要は結局ビジネスじゃないですかだから それもワンンチャンありなのかな要は余らせて腐らせるよりは育てて買ってもらえるんであれば買ってもらうもしくはレンタルで、ね、お金をもらうでそれができればねその資金的には潤沢になるんでもちろんそれを回して強化に回したりとかいろんなことに使えますからそこもねぼちぼち。 ぼちぼちもそろそろねやってほしいよねえーっとクの連敗しなければいいよ本当そうねなんであのまあとりあえず2勝12勝して1敗して3連勝して1敗だからだよねうんまた3連勝して1敗だったらいいんじゃないですかあカシオペさん こんばんは。お邪魔いたします。いやいやいや、知ら見なかったんですが、ネット上では、酷評されてますね。うん。あ、権田は素晴らしかった。なんで、今日の試合の、あのー、マン・オブ・ザ・マッチならぬ、グレーモル・オブ・ザ・マッチならぬ、原空・オブ・ザ・マッチ、GOM。グレモル君も GOM なんで、原空・オブ・ザ・マッチを決めるとしたら、 誰れかなーゴンダじゃん今日はゴンダじゃないかなそんな気がすです。ただこの2点目の失点ってさ、蓮川と権田でなんとか連携というかできなかったんかな無理か。 無理かもうここ2点目はもうアンラッキーだよねジェラのヘディングもその後半のヘディング惜しかったよなえクルマドンルンマさん初献上得意マジそうで今ごめんなさいスタッツ出ますのでスタッツの紹介からさせていただきますえー、モンテから言いますねシュートが1511枠内シュートは15 ね、枠内もっと増やそうぜって感じね。えー、試合率は53・47パ、えーで清水が後半持ち直したんですよね。今、その,の解説実況の方も言ってくれてます。えー、パスは505・453・81パー・81パーで成功率は一緒。えー、オフサイドは2・1コーナーキック2・8なんでこのコーナーキックをね、行かせなかったら誰かが X で言ってたんですけどその辺りが本当に課題ですね。 ファールが11、十でカードが11かなだったかなごめんなさい、ちょっと見逃しちゃいましたけど。で、えー、アタキングサイドが山形のを左右ほぼ一緒ですね。右38パー、左37パー、25パーが中央となってます。なんで、うん、バランスが良くなったというふうに今解説、えー、実況の方も言ってますけど。両サイド攻撃、まんべんなく。 回せてあたんですよねきっとねモンテはね、えー、星野さんあルバンいくんですねあのー、富,富山の喧騒に、えー、で清水は右48パー左35パー中央17パー中央が使えてないのがちょっと問題だ気もするけど、えー、モンテ大、えー、大サッカー大好きモンテリオ山形サポーターさんが、えー、野々村チェアマンは清水東から。 えー、慶応義塾そうですねエリート慶応だっけ慶応ボーイだったんだっけうんそう東の時にねあのー、小学校の近所の小近所っていうかその東高の近くの小学校であやってたんですけど前亀監督のサッカースクールそこで僕参加してたんでそこで あ,あの一緒に野々村さんとやらせてもらってました、えー、ボール出し回数は6352で、えー、モンテが上ですねで高さが41.6清水は30.9なんでたうん、なんとも言えねえなえっ、ー、と期待値ゴール期待値はうんやっぱデータ通りだろうな シュート15の11で15だったんですけど、期待値が、モンテが1.87、うちエスパルスは0.93なんで、うん。データ、ほぼ、ほぼデータ通り。まあ、多分、郡司君のシュート2本があれなのかなそれで上がったんですかね。ペナ内でだって3本しかだって枠内ないし、 4本枠外だもんね。うん。なんともな。で、えー、と高橋純也選手と千葉カンタ選手の比較ワン、えーと。高橋選手が1ゴール、シュートは5、2、チャンスクレートは1、2、タックルが1、ゴールは4本と。で、だってボール触ってる。な、前,前半と後半からっていうのとね、あの差はありますけど。 ボール触ってる回数はやっぱ高橋選手の方が上ですね圧倒的にた高橋選手の場合自陣で2回触ってるんだまあディフェンスに参加したからってこともあるのかな高橋先生あもう4点なんだそっかでここでえー、っとまあ今ねその試合結果 結果とか見てもしょうがないんで、後でまとめてねあのー、確認したいと思います。で、えっ、ー、とアトリエさん、ルバンはトーナメントなので試合数が少ない。うん。なんで一応4月ねあのー、メンバーシップ限定でルバンカップの配信させてもらいますけど、一応その本当申し訳ないんですが、あのー、ユースチームですねうちのメンバーシップユースチームからの あのリアルタイム観戦で、えー、とアーカイブに関しては通常の方たちも見れるようにですねさせていただきたいと思いますで最悪本当一1試合しかできないっていう可能性もありますし、まあ、勝ち続ければですねその都度配信をさせていただきますのでぜひ、えー、リアルタイムでっていうんであればメンバーシップ加入ご加入をお願いいたしますえともひろさんえ時、ー、節まで中に3日清水だとって七日が見ものですねうん であの徳島のそれこそ監督と強化分のバタバタもあるんでどうなるかわからないですけどまあそこに付け入る隙があれば付け入りたいですよね全部同じなんだ3日の試合は全部7時からの試合で、えー、山形は長崎との試合ですね長崎のホーム ぜひやっつけてください。あのー、ビファーレンを調子続けないでください。<laughs> お願いします。で、えー、っと、アホ踊りさんがシミエスパルスの面々は、昨日の帰りの6時、18時の山形発から出る新幹線は大変でしたね。なんか、あのー、移動中のファンサワはしてませんって、あ、ちょうど僕と、 モルさんとリベロさんとノムちゃんさんが今思いっきり抜かれてました <laughs> 多分今のシーンはモルさんといろいろ話してるところかもしんないはいえダゾンは今終わりましたのでダゾンの画面切りますねそうなんかそのアホードリーさんが今言って 書いてくれた、ね、その6時の出発の新幹線公式からファンサーはやってませんのでお控えくださいっていうのをしてるんですよしてたんですよまだそういうやついんのかよと思ってさルール守れよって本当もうねあんまりね僕も正直ね配信でグレーな部分があるんであんまり強くは言えないですけど ルルールは守ろうぜと一応僕は公式に確認した上で抜け穴使ってるって言ったらあれですけどので、はい、えあとリエさん昔アルディレスかああ飛んだアルディレスカンとかいきなり地下をリーグ戦に使ったくらいのワクワク感を若手にも見せてほしい。 なんで、えっ、ー、とね、このアトリエさんが言ってる、市川をリーグ戦に,に使ったっていうのが、僕的にはあの西原君の感覚です。うん。そんな感じですね。めっちゃいいやんっていう。で、ぶたぶた小本さん、ルバン、富山に行くんでしたね。そうそうそう、延長になるとバスなくなりますよ。らしいっすね。らしいっすね。あのー、富山のサポーターの。 カッターさんも言ってましたね。なくなりますよって。うん。なんで、現地行く。えーと、星野さん、気をつけてくださいね。さっき行くって言ってましたよね。うん。ご注意を。ぜひご注意を。車で行くのかなどうなんだろう。そうそう。ほ、まあ、本当にバスがなくなるらしいので、ご注意ください。で、ヒロさんが、短期はベンチ入れしてないのだから、まだフ,フィットかな。 フィットしてなないのだろうなと思ってますと、うん、あ二枚チェリーさんお久,しお久しぶりじゃないですかあのクロスを上げられた時点でアウトあの西って目かなうんねっそうあれ上げさせるんじゃねえよって誰かも言ってた X であれが二枚チェリーさんだったのかなアカウント名が違う気がしなくもないあんまり言わないけど カッサンさん、えー、選手を育てて他チームに付加価値を高めて売ろうとしているけどやり方がうまくいってない感じがする。商売が下手なんだろうか。でしょそれが育成で成功しているチームじゃないですか。ねまあ、なんだろうな、よく言えばさ、あの、ユースからの、あの、何 叩き上げ、叩き上げっていう言い方してでいいのかながトップチームで活躍してくれるのが本当は一番嬉しいですよねまあ辰田選手とかさね <laughs> あのー、まあ荒野はワンチャン活躍してる方だと思いたいあとは西澤君とかミラモンはね今期、今季今シーズン 今のところ、まあ、頑張って結果に結びついてるような気もしなくもないですただずっと出てるんでみやももそろそろバテちゃう可能性があるんでそこで控えの選手がなんとかねっていうのもありますよね商売が下手なんだろうかっていうかう下手なんでしょうねきっとねな気がしますよカシオペアさん、えー、GOM が がゴンダはクリーンシートで勝利ならバンバンね万歳なんですがとだって正直がっつり活躍した選手って他にいなかった気がするまあお心身はあったとしてもねそこのあのゴンダのビッグセーブに比べるとじゃないですかどうですかね皆さんあの試合見ていただいた方 あのー、エスパルスサポーターの立場になって考えてみていただくと多分僕と一緒な気がするんだよなって思いましたはいえー、アホードリさん公式記録シュートは20128コーナーキック28でしたあなんかダゾーンと違ったりしますよねうん漁師さん今車で空港から別荘に行く途中に見てもブリジョーン ブルジョーいいなぁ色は21ですあ21だったんですねじゃあえっ、ー、とじゃあ,あの山形のが一番多いんだっけあれ清水だっけ白とちょっと待ってねわかんなくなっちゃった誰かもらってたっけ 試合結果見ればいいんだよな結果試合結果えっ、ー、と白らとあ,あと山形が高江と吉田体重2枚ですねうん <laughs> で、ね、リュウさんね、思うでしょジェラーってなんか、設計してる人間に似てる気がする。俺も思ったもん、最初、ほんと。いやー、同じ考え、意見の人がいてよかった。なんかで言ってる。僕も配信、配信かなうん。で言ってるはず。そう、マジメンディーに似てんのよ雰囲。雰囲気がね、雰囲気が。うんまあ、髪型とか、あのー、ね、日焼けの具合とか。 面,面影っていうか、その、まあ、骨格だったりのがあるんですけど、ま、あ本当に似てると思います。え、ヒロさん、若手育成しての移籍金稼ぎはリーグとしての課題の一つ。清水にかけたことではないけどね。ああほのチームもそうなのかな。でも、どこだっけどっかが育成うまいチームありましたよね。ちょっと忘れちゃいましたけど、一回なんかその、若手育成で取り上げられたチームがあったと思った。ごめんなさい、ちょっと記憶に。 どこのチームっていう断言ができないんであれなんですけどもし分かる方いらっしゃったら教えてくださいガンバに移籍した岸本君も活躍したけど怪我しちゃったしなねあの猪野さんそうなんですよね怪我しちゃったんですけどまあひとまずあのたけるんはご結婚おめでとうございますですかねはいでかダその市川が おじいに育てられたんだから秋葉監督に当時アルディレスにどのように指導を受けたのかあとは伝達ねそうそうそうをしてあげればいいのののののいいのにかなうんねえそこまあ市川さんは僕のまあ弟の 1>, 1個先輩だったかななんで 1, 1個下2つ下か3つずつ離れてるんでうちの兄弟二2つ下だったと思います猪乃、えー、さん長崎もだけど岡山をなんとかして止めないとねねあのー、それを言うと、えー、ラビさんが出てくるかな <laughs> ラビさんが出てくるかなどうかな、うん、せっかく止めたのに引き分けで抑えたのに何やってんすか って言われちゃうんですよ、ね、あのラビさん本当いい感じで僕のこといじってくれるんでねマジ面白いっす X 上でもいじ,いじったりいじられたりしてるんでうんだからほんといい感じのこうニュアンスでいじってくれますえー、アトリエスタジオさん次は勝ちましょうねほんと勝ちましょうでえー、プケプケさんこんばんはなんか名前久々に見た感じかな なんか見たことあるような気がします。ごめんなさい、あの僕の勘違いだったら申し訳ないです。厚礼さん、えー、日本の薬草を目指せ。目指せるかな目指したいけどね。カシオペアさん、白崎が劣化が見えるような、どうなんでしょうね。はあ、まあ、ここ数試合はあんまり。 あんまり活躍してない気がするかなあのー、なんだろうミヤモンがやばいあのー、めまあ本当にあに中村とミヤモンのダ,あのダ,ダブルボランチにしてで、まあ、センターバックが蓮川とジェラになってめちゃくちゃ安定しちゃ,しちゃったって言ったらいいかななんで。 ね、それもハラテルの怪我の関係もあって吉田と、ねあのまあ、今回に関しては微妙だったかもしれないですけどあのレオンと吉田のサイドバックも結構いい感じになってるんじゃないかなとはいうふうに思ってますが山原はねちょっとね裏,の裏抜けの対応がちょっと苦手な部分があるんでそこはあのこの間のサポパドじゃないですけどあの、ね、山原と。 吉田とあのゲストで呼ばれててあのちゃんとねその部分の教えられたらって吉田が選手に言ってくれてたんでねなるべくいいところは吸収してほしいですよねえりゆうさんドバイのパーム・ジュメイラっていうところにベストがあるんですが空港が意外と距離があるどのくらい距離があるドバイのその距離感が何とも言えないですけどパーム・ジュメイラ アームだドバイってなんかあの変な葉っぱのイメージがあるんですよねその別荘っていうかホテル観光展望台って出てきましたねあそうだそれそれそれだえっていうかマジそこじゃんピンポイントでそこじゃんこうなってるあーもうマジブルジョワ <laughs> ええなぁうらやましいなぁ勝ち組やっぱ違うねー負けないスタイルは木山監督のじゅお箱なんですよね18番で言いそうになってたお箱なんですよねいやそうなってほしいようちもえっ、ー、とプケプケさん控え組の守備の意識が主力より3つくらい低かったなぁと幸いねそう ほんと幸い順位キープ、首位戻ろう、う問題を洗い出せたとポジティブに捉えます。マジそうですね、うん、だと思います。僕もその高い城の状況を現地で全く見てなくて、本当にのむちゃんさんに教えてもらって、順位は変わんないですからねえあそうなんすかって,ってあれ、岡山はって言ったら、分けましたよって,って、あそうなんだっていう感じで。 多分動画残ってると思います。はい。ねえ、なんでね、そのね、見,見とく、うん大分か、大分でしたよね。一応確認したいと思いますけど、えー、っと、J2。高い所のね、情報を今、この配信では確認できてないですし、僕もちゃんとは見てないんでね。 はいこれね、第7節の情報を今、出したいと思います。ウィンドウキャプチャーでダヴィンチになってるのをこれを Google に変えて、はい、これで OK して、はい、出したいと思います。一応、ごめんなさい、ここ見にくくなっちゃうんで、まあ、見にくくっていうか、かぶってるからいいんですけど、ちょっと一旦選手のここは消させていただいて。 あさあのちなみにさっき言ってたパーム・ジュメイラというのはこれですねはいこんな感じの場所ですねいいなはい本題に戻ります第7節の高い順の結果あえあの踏まえていきたいと思いますえレノファー山口とああそうねレノファー勝ったんだよ甲府を抑えてくれたのよ2-0でいわきと秋田は秋田が勝利ですね えー、で、仙台と横浜市、そう、横浜市をね、仙台が抑えてくれたんですよ。で、鹿児島と水戸はドロー。で、内側、敗戦で、大分と岡山が、まあ、ドローですねあの、スコアレスドロー。で、群馬と徳島は、群馬が勝利。なんで、徳島、えー、負けてるので、なんとか抑えたいですね、ホームでね。で熊本と千葉、そう、千葉も負けたんですよ。熊本が勝利。 愛媛藤枝は、えー、藤枝にとってはですね、痛い3失点ですね。愛媛の勝利。栃木と長崎は、こちらもそうあの、同点で終わってるんで、えー、と順位的には、うちは変わんなかったと。まあ、仙台、長崎、横浜市、市甲府、この辺、例の輪とね、この辺はガラッと変わっちゃいましたけど、はい。ででこのね 2分けなのか2敗なのかでこの勝ち点がね変わってるんですよで仙台も負けてないですもんね今んとこねただまあ4分けとあの引き分けが先行しちゃった関係でですよ関係であの3位なんで勝ち点を確実に積み上げてれば上の方に上がっていけると、まあ、あのまあ正直ねあのゲームじゃないから そんな、まあのー、腐敗とか無理だとは思うんですけど少しでもね、あのー、ロスを少なくで勝ち点で言うと横浜 MC 甲府とレノハ山口が11点に並んでますし、えー、愛媛、山形、秋田、栃木11位までがまあ10ポイントなんでここのねその仙台以,降以下ですねががっちがちになっちゃったんですよね一発でひっくり返るみたいな。 勝ち点差になっちゃったんで、マジで本当にこの、捨て試合なんて本当ないっていうふうに僕は思ってます。こんだけ混戦になったら余計そうなんです、あのー。昨シーズンの、ね、繰り返しだけは絶対させたくさしたくないと思ってるんで。えー、っと、あ車で40分ぐらい。40分、あ、でもそっか、そうしたら。 隣町ぐらいの距離かうちでうううとうちちあのうちは鶴岡なんですけどうちから隣町の酒田までが大体30分から40分ぐらいです。はいえー、サッカー大好き男モンティリオ山形サポートさん。裏天皇山に敗れた徳島は吉田監督を解任か。あそういうことか。 裏天皇山で負けたんだねね徳島が、ね、だから吉田監督があれなんだ許可部門と連帯責任みたいな感じでやめたんでねあそうそうそうヒロさんゴール閉店ですね X で見ましたあのー、まあ晩年オーナーさんオーナーさん店長さんもそこまで ね、お店をやる気がそこ、ままあ、やる気って言ったらあれかもしれないですご平あるかもしれないですけどそこまで注力されてなかったみたいなんでねはい残念ながらほんとねあの辻店辻店って言っていいのかなゴール僕の時はね僕がそれこそちっちゃい頃小学校中学校の時はゴールも何店舗かあったんであえて辻店って言いますけど辻店はお世話になったな あのパイルソックスって言ってタオル生地のタオ,タオル生地って言ってるのかなあのソックスを小中と履いてましたりさんロールスロイスでベースをに向かっているのですがフェラーリなどの高級車が走ってる車がななので狂いますでしょうねあそこはえー、なーもうほんと竜さん何してる人かほんと知りたいだってめちゃくちゃ若いじゃないですかまだ20代ですからね 20代ですよ、20代後半とだけ言っときます。まあ、前の配信で年齢ね、ご自身でおっしゃってたんで、あれなんですけど、一応、20代後半の方ですよ。かたや私は45ですよ。<laughs> まあ別に僕のね、あれはあの不満はないですけど、やっぱね、あの勝ち組は勝ち組なんですよ、マジで。その分、苦労は絶対されてるので、あの一概にね、あの言えないですけど。 えー、3位、仙台から17位、藤山はずか8点差、6点、そうなんですよ。だからね、本当、一発、下手すると2試合でひっくり返るんでね。えー、プケプケさん、監督も口酸っぱく言ってますが、連敗だけは避けたいですね。本当そう。あの要は、黒田監督思考で言うと、5試合スパンで、その試合を見てって考えるのであれば。 ね、7戦して2敗でしょ2勝して1敗で3連勝して一旦はうまい一区切りうんちゃう2戦して1敗して3連勝だからその3連勝のうちの2試合をまあその5試合の中で分けると2勝1敗で次の枠でえっ、ー、と1勝1敗になっちゃったんであと3連勝すればまあ黒田理論は成立するんですよただ それはあくまで去年の話で今年は試合数少ないからそうも言ってらんないっていうのが、まあ、あるんですけどでもね、まあ、理想と現実、まあ、特に混戦になればその理論がね生きてくると思いますのでね以、えー、前はアルナスルの試合観戦のため配信来れるか分からないあ全然いいですよだって竜さんってその飛行機に乗って移動中にあれじゃないですか見てくれてるじゃないですか もう本当、それだけでありがたいっす。マジで、うん。視聴者さんあっての配信なんでね。まあ、配信に限らずですけど。はい。本当、ありがとうございます。カシオペアさん、えー、情報を拾えてないのですが、イヌイは、怪ががひどいのか、いつ復帰なんですかね。えっ、ー、とねー、そこまで重症じゃないっぽいっすよ。あくまでっぽいですけど、あのー、まあ、普通に歩いて帰ってましたし、前々説千葉線ね。 歩いてピッチを出ましたしその後ベンチにいたし笑ってたんでそこまで重症じゃないとは思いますただやっぱ違和感があって悪化するのを避けるために交代、ま、前半6分でしたっけに交代したというふうに一応聞いてはいますそれがあの本当かどうかは分かんないですけどなのでまあその犬にもさ結構年齢的に厳しい部分がちょっとね 出てくるじゃないですかなんで鳴岡君にマジで頑張ってほしいし鳴岡君が無理なのであればあの松崎選手にその役を担ってほしいそうそう勝ち残してたでしょだから、うん、そこまでひどくはないと思いたいっす、えー、<laughs> ベストミさん試合に負けると元空さんのとこに来る前からさびかな悲しくなりますじゃあ勝ちでいきたいです すいませんね、はいあのー、リアタイで、まあ、それこそね、あのー、山形と、あと、秋田も6月でしたっけ、あるんですけど、秋田も行,け行くようにしますあの。休み枠は取ってます。あのこの日、一日すいませんって言ってあるんで、お寺の方に。でそれも了承もらってるんで,で、まあ、義理のお父さんである師匠も、まあ、はいいよって言ってくれてるんでね、はい、あのー、また秋田には行きたいと思います。 えー、なので、その時もおそらく同じような感じであとはあのーまあ、プライベートの話になってしまって申し訳ないんですけども、あのーまあ、家,家族サービス優先、まあ、去,年も,そうな去年,年もそうなんですけどさせていただいているので、えー、その場合は、まあそのまあ、花火大会なんですよね、ぶっちゃけちゃいがね8月の花火大会が多分かぶっちゃうので、あのー、そのタイミングで試合、あのー、花火大会が終わった後にやろうかなというふうにもう考えています。 はい、去年は千葉戦だったね。確か。で、引き分けだったのかな確か。あれだよねうん、多分、そうだったと思います。あれ違ったかな、ごめんなさい。ちょっと思い出せないっす。えっ、ー、と、坂大好き、モンティトヨヤマカサボさん。どうしても30を超えると怪我の慣れが遅くなりますからね。まあそうね。うん。ます、あ、しね。ということで。はい。そしたらですね、えっ、ー、と、日付が変わりまして、 今日4月1日6月23そう六月十三は多分現地にまた行きますのでドバイは今19時20分です7時半前なんですねっていうことはえっ、ー、と十九時大体5時間5時間かあちゃうあいいな五5時間だね5時間差かですね はいでは明日もお仕事の方が多いんじゃないですか多分僕の予定はまあでもそれでも30人残ってくれてもんなすげえありがたいマックス今日の配信マックスは58ですねはいそろそろではあのエンディングを流していきましょうかねでまあエンディング流してもねみんなコメントくれるからね長引くんだけどね <laughs> はいじゃあ,じゃあ,あの一応形的にエンディングを流させていただきますはいえっ、ー、と明日は会議です <laughs> あでもまあ時差的には問題ないかな今まあ七時20分だもんね別に夜更かしってわけじゃないですもんねえー、サッカーで好き男よもィディオ山形サバさんありがとうございました本当ありがとうございました遊びに来てくださって えひろさんお疲れ様でした。紅染めさん、今日地獄だったので休みます。<laughs> え明日休みまあだったらまあいっか。<laughs> はい。こんな感じで。な,なので、えっ、ー、と、一応ね、あの、今日、息子と動画撮影したんですよ。あの、ちょうど30日、昨日ですね。昨日、おとといか。日付があっ岡八んで。あの、に発売され、発売されたですかね。あの ベイブレード X の動画を今日撮りま、今日というか昨日撮りましたので、えー、それの動画編集は後回しですね。あのー、まあ、ここだけの話っったらあれなんですけど、あの僕の選手紹介の動画をですね、のむちゃんさんがあの使いたいって言ってくれたので、まあ、それをのむちゃんさん用に若干編集をしつつ、はい、あのデータを渡したいと思います。えー、まああのね、 これ言っていいまあ多分言っていいだろうなあの。お金払うんで使わせてくださいって言ってくれたんですよ。いつもやってるね。で、ただ、あれもグレーなんですよ。要はグレーなんで、まあもちろん著作権は僕にあるんですよ。あのデータ自体には。著作権は僕にあるんですけど、そもそもの アイディアというかイメージが僕にはないんでそこがまあグレーであるっていうのとあとはその選手の写真の部分に関しては公式の方に確認電話しましたであくまであのホームページの画像の「天才はやめてください」って言われたんですよ「天才は許可出せませんので申し訳ないです」と言われたのであえて、まあ、抜けさっき言った抜け道じゃないですけど 写真を加工して前にも言ったんですけどね写真加工して使わせていただいてるんであと BGM も Facebook の方にねあるんですよそれを使わせてもらってるんでまあ本当にグレーなんですよねなのでお金はもらえない部分が正直あったんでもう全然使ってくださいということでいろいろのむちゃんさんも調べてるみたいなんでねまあ大丈夫だと思いますただまあ公式から本当にあのこの楽器 曲ですね BGM はごめんなさいって言われたらもう使えなくなっちゃうんではいえー、っとリュウさんリンも別荘に着いたら荷物置いて飲みにおおいってらっしゃいいいなあ、えー、ベルサメさんお疲れさまでしたありがとうございますこちらこそえい野さんししまたありがとうございますえーまますえー、カシオペアさんえー、昨日今日で清水港行ってきました試合なのに 清水港を釣り釣りかな釣りで行ったんですか明日も休み。あ、よかったっすね。だっ,てだったらまあいいか。で、えっ、ー、と、リュウさん。しかし、カクテル1杯2600円ちょい。あのねー、そこに関してはね、なんとも言えないっすよね。あのー、要はそういう別荘地、要はモナコもそうじゃないですか。コートダジュール。あそこも結構物価高いはずっす。で、逆を言えば、 日本が物価安すぎなんですよ。海外はもっと物価高いっすよ。日本が物価安すぎなんですよ。なんで中国のか、まあ、中国のこと悪く言うつもりはないですけど、爆買いっていうのが前ちょっと前にありましたよね。なんで、あのでしあの、日本国内の給料は上がらない、で、メーカー的には採算合わないから値上げせざるを得ないじゃないですか。 いろんなものを値上げさ値上げてますよね。でそれに、えー、ね国民の給料が上がってないっていうのがちょっと前の話でこれからまあどうなるかちょっとわかんないですけど、うん。なんとも言えないよな。要はきなんかここの言葉を使っていいかわかんないですけどもはね先進国だったはずなんですけどね日本はね。それがまあ、うん、あんまりって感じもうどん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 。 誰かが言ってた、その、アルゼンチン化しなきゃいいかな、みたいな。誰かが言ってましたね、そんなことを、動画で。はい。えっ、ー、と、柏山さん、えー、ノの市の海鮮丼目当てです。あ、なるほどね。清水港の後は富士急入るんです。楽しんできてください。 給料が安いから悪い顔給料が安いからなんだろうねやっぱ景気なんじゃないですかそれだけ、あのー、会社っていうかお勤め先が儲かってれば給料上げれると思うんですよただまあ周りもね給料上がってないからうちも上げなくていいかなっていうなんか変な風潮もあるんじゃないですかねなんでまあ最低賃金は上がってはきてますけど昔に比べれば まだまだだと思いますよ。で僕の仕事って、あのーまあ、特殊じゃないですか。でえー、とまあもし仮になんですけど周りの給料が上がったとしてもなかなか上げづらいんですよね。うんなので、あのー、まあその教区っていうんですけど教区で統一してこの値段でやりますって言わない限りなかなか上げられない部分があるんでね。 まあ難しいっすよ景気が良くなったからみんなの給料が上がったからおせの金額が上がるかって言われたらそうじゃないんでね、うん、ええともひろいのさんドバイは高いねーっていうか日本が安いなのそうでしょうんフラテ,リテレビ番組でシンガポールからの観光客が豊洲の全客万来で6600円の海鮮丼食べる安いって言ってましたからねシンガポールではその倍 そうなんだそんな高いのシンガポールシンガポールですらだってあのー、ほら結構海囲まれてるじゃないですかなんであの海の幸はたくさん取れると思うんですけどやっぱシンガポールの人もでも安いと思えるんだね柏部さん私のいる会社では賃上げは死後ですね <laughs> <laughs> あの何、ー、でしたっけ えっと、あーやべえ、やめっど忘れしちゃった。なんかあるじゃないですか、そういう運動。何でしたっけ春闘だ、春闘。春闘とかさ、どうなんだろうね。どばもね、チップス買うにも1500円えー、ゼ0一個少ないよ。10倍じゃん。やベニソミさん、菓市行きたい。大阪にシノイ市が濃い。 あ、そっか、ベルソメさん大阪でしたもんね。うん。こないだ、あの、DM でいろいろやりとりさせていただきましたけど。いやーね、ベルソメさんもいろいろ苦労されてますよね。あんまり、個人情報になっちゃうので言えませんけど。まあ、僕が苦労したっていうと、修行した2年半かな、うん。修行した2年半は、まあ、人生で久々に、久々だね。久々に辛いなと思った。 最初の半年なんだ半年だけ。最初の半年だけはマジ、えと、ー、思ったけど、あとはもう、な慣れちゃえば、なんとかってやつでしたね。えちなみにドバイのホテルも経あっ、見た見たチャット欄見てるみんな見てるりゅうさん、ドバイのホテルも経営してるって。 やべえ、そりゃ、そりゃセレブだわ。そりゃセレブだわ。ドバイのホテル経営なんて。まあ多分、硫酸的にはあんま言いたくなかったのかもしれないけど。まあ、そのね、その話の流れで、まあ、言わざるを得ない流れになっちゃったのかもしれないですけど、地価が、地価がた高いんだ。で、一泊五万か。ただ、 結局そういう環境だからみんな出すんでしょうねきっと <laughs> 怖ってて <laughs> かねマジでねあのうちのチャンネルでねこんな勝ち組の人が来るのがおかしいんだっておかしいよもっと違うところにいてもおかしくない人がうちのチャンネルのこの配信に来てくれてるんだからマジ異世界 いやまあ本当にね、その劉さんのそういう話、面白くて、だって去年とか、去年か去年から、あのー、配信実況をしてると、どこからどこへの移動中の飛行機の中で見てますって言ってくれて、で、でなんか、世界一周をするとか言ってね、聞いてくれてたんで、本当にもうありがたかった。で、その、あのー、逆になんかね、劉さんがその、こっからここに移動中ですっていう。 コメントがないと無事なのかなっていう変な心配しちゃってました僕そうメルュソメはコアでしょ猪野さんもリュセルでしょまで <laughs> おかしいマジおかしいってリュウさんやべえほんとやばいようんそうそれがあの言い方悪いですけどそれが本当の真実だったらやべえよ本当に そういう人も来てくれるって、まじ僕は恵まれてますよ。そんな視聴者さんがいるのは。いろんな情報も聞けるしね。で、まあ、こういう言い方したら変ですけど、まあ、一種のネタになるんでね。僕からしたら、こういう人がいるんだよっていう。生きてるうちに、オーストリア、オーストリアか。オーストリア行きたい。えっ、ー、と、サッカーですかそれとも、なんか別の理由ですかね。一応僕海外は えー、サイパンサイパンサイパンって言ったかなハワイとあとオーストラリアかなの3か所経験してますはいいずれも、えー、社員旅行、えー、招待旅行あと卒業卒業旅行じゃない修学旅行かなねはいなんかダラダラと雑談しちゃってるね違う BGM 流そうかな 何かあったかなあでもこれであこれでいいかはいあエジプトなら行ったことありますお去年オーストリア世界一周中にあそうそうそう一周中ねいろんなとこ行ってましたもんね33回日本に帰ってきたんでしたっけでそのままあ、行って帰ってきて行って帰ってきての繰り返しで世界一周しますっていうことをおっしゃってましたもんねそれが いつでしたっけ北海道その J2 昇格とかその辺でしたよね J1 の時からそんなこと言って言言おっしゃってたような気がしますで去年1年かけていろいろ回っててみたいな伊野、えー、さんがバルサとかパリサンジェルマンかなの試合見に行きたいうーんあのね僕ねあんまりね海外にそこまで興味ないんだよな <laughs> 確かにレベルハイレベルなサッカーは面白いかもしれないですけど知ってる選手がいないとマジわかんないと思うんでなんで強いて言うなら三笘がいるところなんでしたっけとかあと遠藤がいるとことかえ遠藤は何とこだっけとうんやべえ出てこね赤いユニホームだったと思うんですけどあとまあそうだからモナコかモナコか南野でしたっけ あブライトンそうそうそう南のがモナコたちだっけわかんないですけど、うん、あリバープールだそうそうリバープールでブライトンが三マでしたねそう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 いう、ね、知ってる選手がいるところあとはまあ多,多くいる選手,選手日本人選手が多くいるチームだとあとはあれですよねスコットランドのえっ、ー、とやばいあ名前出てこない 緑色のユニホーム、あの中村俊輔がいたチーム、なんだっけ、やべえ、やべえ、出てこない、<laughs> まあこんな感じなんですよ、本当に、どこだったっけ、えー、っと、多分コメントの方が早いよな、調べるの、三笘がブライトンで、遠藤がリバプールで、えー、っと、なんでしたっけ、あの大膳がいるチーム、大膳まだいるよね、あそこね。 前田大然えーとあっそうそれセルティックセルティックそうそう,そうセルティックとかじゃない海外でもし見たいと思うのあとわかんないもんメッシュとかも見てみたいけど、うん、なんでまあ僕はあの 国内で十分です <laughs> <laughs> え。えっ、ー、とベリソメさんが西対「西日本半周なら大昔新婚旅行で行きました <laughs> いい」ははははそれもそれで面白いかもしんないですよね日本を満喫するのも僕はね日本だってな日本国内だと小学校の時に日光東京かな で中学で京都なら高校で北海道ですね。で専門学校あのー、まあ静岡の人は分かるかもしれないですけど、えー、静岡産業技術専門学校っていうところに通ってましてそこでハワイに行ったんですよ修学旅行で。選択だったんですけど3カ所ぐらいで。で僕はハワイを選んで友達と一緒に行ったって感じですかね。 でえー、と野島ですね野島、神奈川拠点の野島に就職して、えー、とサイパンだったかなに社員旅行で行って、で僕が配属されたのが、まあその電話携帯電話専門店だったんですけど、そこの au ショップに配属になって、店長をやらせてもらって、まあ、なあの2年目かな2年目3年目かなな年年年目目目ぐらいかな 店長をやらせてもらって au の招待旅行でオーストラリアに行きましたそんな感じですね僕は、えー、あシントトロイデンそうそうそうンデン分おそうそうそうトト、ね、そう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 そンそう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 シンそト,トロイデンそう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  言いにくいと思ったけどなんとかね今は言えるようになった竜さんいつだかコスタリカ代表のナバス選手が宿泊したおーすごいサインとかもらったんですかねだからそういうなんかもっと異次元の話ってさ僕ら絶対経験できないじゃないですかそういう話をしてもらえるだけでほんと価値があると思います 一般ピーポーが立って行けない、一般ピーポーって言ったらご,ごめんなさい、あの他の方々たちに失礼になっちゃうかもしれないんですけど、普通に考えたらそんな領域行けませんからね。本当ありがたい話を聞かせていただいてます。えー、伊野さん、新婚旅行は大阪あうちもそう、USJ とか海遊館とか梅田地下街とか行ったら、<laughs> いや、ほぼ一緒っすね。うち、あの海遊館には行かなかったんですけど、USJ 行って、 あとはあの買い物にいろんなとこ行きましたね大阪にいるのにどこも行ったことないです <laughs> いやーなんかあのー、動物園もありましたよね確かねあのそうたこ焼きは絶対食べたかったしあと何だっけうどんうどんで有名なお店があってそこには絶対行こうって言って行ってあとはもう嫁さんの買い物に付き合った感じですねあの僕がヒステリックグラマーが好きなんで ヒステリック・グラマーのお店に2店舗かな行きましたけどあとは当時はあのー、嫁さんがゴールズ・インフィニティ今はないブランドなんですけど、あのー、お水系って言ったらあれなんですけどちょっと露出が高めの洋服好きだったんでそれを、まあ、25当時25ですからね回ってましたで、あのー、店員さんと仲良くさせてもらってあのそのお店の ねあのー、ゴールズインフィニティの SNS で僕ら夫婦がちょっと出たという感じですね。<laughs> えー、ベニソメさんあ、それは読んだかなぼまだ僕が独身なのでこ,のここまで国を行き来していれるだけなのであああのね多分なんですけど。リュウさんが 仮にまあもうそろそろだと思うんですよねまあ28ですし僕は32で結婚したんだったかな嫁さんがまあ、7つ離れてるんでそうそう25でしょ、うん、そう多分32の時僕結婚してるんですけど、まあ、30代入ったら多分結婚すると思うのでその時は何だろうなまあ相手相手次第じゃないですかで子供ができたら多分そこまでできないかもしれないのでまあ夫婦で、ね、いろんなとこもあるっていうのも 楽しみの一つになると思うんでね。優さんぐらいの勝ち組だったら何とでもなるよ。<laughs> あのまあ、ただ、結婚相手はちゃんと選んだほうがいいですよ。僕は別にあの失敗したとは思ってません。今の嫁さんでいいと思います。料理うまいし。まあ、ただ、ただで、まあ、完璧な人間なんていないんで。 まあ、あくまでどこまで妥協できるかっていうところで僕は今の予選にあの嫁さんに不満を感じてはおりません僕がだって頑張ればいいだけなんでね彼女にならないところはお互いだってほらない部分を補って、ね、過ごす過ごすっていうかやっていくのが夫婦のあるべき姿だと思ってますし、はい、別に酔っ払ってるから言ってるわけじゃないです本当にそう思ってるんでねなんで僕の理想的な夫婦,あの夫婦像っていうのがあって しまあ、お母が起きてるかごめん分かんないけど正直あの大お,おじさん大お,おばあさんの夫婦ですね僕がちっちゃい頃にお世話になった夫婦が僕の理想像常にそばにいて常に助け合ってあの僕ね本当に僕それから理想像ですいろいろごたごたはあるかもしれないですけど常に相手のことを気にかけてみたいなのが僕には見,見て取られてたんでね それが僕の理想像ですえっ、ー、とりゅうりゅうさんのとこ読んだのねいの、えー、さんか、えー、梅田地下街のお好み焼き屋さんで食べたねぎ焼きが美味しかったなどこだったかななんかアーケード街だったかなうどん屋さんはめっちゃ美味しかったですあの白だしのやつであとお好み焼きも一つをシェアしたんですけど時間がなかったんで も美味しかったです、ね、えカシオベさん、ドバイか行けても空港か <laughs> なのでそこ行きとく、そく帰宅無理だって、一般人は無理だって、本当、一般人って言い方をしたら失礼なのかもしれないですけど、マジ無理だって。えー、ベネズメさん、それは飛行機代もったいなそう、逆にもったいないよね。だったら最初から行かない方がいいよね。レイさん 秘書が普段一緒に行動して海外に飛び回ってくれているのでいろんな人が支えてくれてるから感謝しかないです。マジであのねそのほらねっ龍さんマジできた人なんすよ。あ起きてる起きてるようだっておかん。おかんです。だっていうかねほんとねおかんと親父はね本名できてるからね俺 <laughs> 自然と僕の本名が名字がバレるんですよ。 僕別に隠すつもりもないですしワンチャン調べようと思ったら僕のっていうかね普通に僕の寺出してるんでサブちゃんサブちゃんって言ったらあれですけどシネマティック全チャンネルで僕の寺名前出しちゃってるんで調べようと思えばどうで,でもなっちゃうんですよね僕のことなんでまあまああまり言わないですけどはいあの今名前ね出してくれてる 起きてるよって言ってる方が僕の母です。ガチのガチの母です。でごめんなさい話戻しますけど龍さんがねこれ謙虚に言ってくれてるじゃないですか。もうだからちゃんと人としてできてるんですよね。そう当たり前のなんだろうな当たり前のことは誰かのおかげさまなんですよね。そこを忘れれなければ おのずと感謝の気持ちは忘れないと思ってますはいね記者書は一緒にね会ってくれててそれが支えになってるからって本当にいろんな人がの支えにねあの成立してますのでそこだけは忘れずにお願いしたいと思いますまあだから別にお坊さんだから言ってるわけじゃないんですけど本当そうだと思うのではいで お坊さん的な発言をするとすればご先祖様をね <laughs> お釈迦様をおやまえとは言いませんご先祖様のおかげで今の自分がいるということも忘れないでいただければ嬉しいです、はい、で最後にお坊さんらしいことを言ってこの曲の後にエンディングもう一回流して本当に終わりたいと思いますこのまま流してると本当に一時になっちゃうんでねはいえー、というわけでまだ続くなえと、ー お <laughs> お世話になっておりますね本当当たり前じゃないんですよ。当たり前に起きてることは誰かのおかげさまなんです。電車しかりバスしかりタクシーしかり普通の,あの生活もそう。当たり前にご飯が出てきてますけどもそれはうちで言えば嫁さんだったり実家で暮らした時はおかんのね。 おかげさまなんですよ普通に飯食えるのがでそれの飯をね食えるのは親父が頑張って働いてきてくれたおかげなんですよそういう感謝の気持ちを忘れないようにねしてもらえれば平和に過ごせると思います。おかんここちらこそです <laughs> ねっあのー、マジでうちの飯もおかんの味も含まれてますからね はい、皆さんそろそろ寝ます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕もこの後エンディングで終わりたいと思います。そう、あのー、うちのおかんが作ったカレーを今の嫁夫婦のね。うちの嫁ちゃんが食べて。なんかちょっと研究したいっていうね。あのー、火がついて。あのー、今のカレーにかんまあ、カレーね。カレーの話になるんですけど、カレーに関してはその嫁さんの方の実家の味とうちの実家の味を。 こう、うまくミックスしていい感じに作られてます。なんで子供たちにも大人気です。えー、カシオペアさん今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当にもうね。まあ、別に今回のこの配信に関しては、その再生数とか別に期待はしてないんですけど。ね、それでもね。何,何千回って回ってくれるんでね。前も回ったし、本当に視聴者さんにはありがたいです。感謝しかありません。 でえー、とまああの本題の方で話を戻させていただきますけども、次、えー、節ですね、えー、先ほども少し触れました、えー、と水曜日ですね、4月3日でしたっけ、の、えー、試合になるんですが、えー、次回報告、こちらでございます、えー、明治朝、J2 リーグの第8節、清水エスパルス対徳島ボルティスの試合が、えー、夜ですね、水曜日。 19時キックオフとなっておりますので、まあ、大体6時45分ぐらいからスタートできればいいかなというふうに考えておりますので、えー、お時間ですね。ご都合のよろしい方は遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、嫁さんにも言ってね、うん、多分大丈夫じゃないって言ってくれたんで、はい、嫁ちゃんの協力があって、この配信があると僕は思ってます。本当に。で、あ間違えた。えー、メンバーシップですね。えー、30日の 上えー、で、時点でのメンバーシップでございます。えー、ユースチームですね。えー、秋あかねさん、た、え、か、ー、さん、えー、ささひで06、にいよさん、だるまさん、小松さん、マリウスさん、あふみく400さん、えー、めトメめつきねこさん。で、えー、ユースチームですね。ジュニアユース、ジュニアユースチームが、えー、星野さん、ひものさん、えー、東京スタえさん、アトリエスタジオ、MW さん、メールカトロさん、セ泉渋ス、海峡の京さん、スカーレット07さん、イチローさん、 以上の、えー、サポーターですね、えー。チャンネルサポーターのおかげで、あのー、なれた、なれたって,るって言ったらあれかもしれないですけど、あのー、サポートしていただいてます。ありがとうございます。というわけで、えー、曲も終わりますので、この辺で終わりたいと思います。えー、次節ですね。えー、徳島線の配信でお会いあ、配信でお会いいたしましょう。えー、あとはこれですね。 えー、情報、えー、提供、毎回も提供ですね。ロードサ提供でお送りいたしました。で、えー、配信させていただいたのは、私、元空大ががお送りさせていただきました。えー、っと、コメント、最後、ちょこっと拾って終わります。今日もありがとうございました。さっき言うのかな改めまし、改めまして、あれ、お疲れ様でした。ということで、えー、ベルさん、ありがとうございます。いや、アイセールキティさんいらっしゃったんですね。 えー、今年度もよろしくお願いしますあ、そうですね今年度ですね4月に入りましたのでよろしくお願いいたします時節見れたら来ますアジアブラのホテルからお感染になると思いますああ、ありがとうございますあ飲みに行って行きますいってらっしゃいそして、えー、他の皆さんおやすみなさいでは失礼いたします